りだろうが、バカ野郎。何ですか。本日付けて東京警視庁捜査一課に転任の辞令を受けました、熊田と申します。熊田留吉です。あなたでしたか。富山県警切手の切れ者だと聞いてますよ。木村伝兵部長刑事は私です。お若いんですな。若くちゃいけませんか。いえ、ご高名にしてはお若い方だなと思いましてね。なに、その若さがいずれ命取りになることでしょお母様お元気ですか。今でも客を取ってらっしゃいますか。今でも客を取ってらっしゃいますかとはいかにも失礼な言い方でしたがな。富山に行った時に一度お会いしたことがあります。息子さん思いのいいお母様です。しかし近頃の母親というものは情が濃すぎると思いませんか。私の母など横浜の元町でカステラなんぞを買い回るハイカラな母なんですが、父では早く身を固めろと言いながら心の中ではいつまでもそばにいてほしいと思っているようです。いや、それどころか最近はあなたがどんなに可愛いお嫁さんを連れてきても私は絶対許しはしない、こう露骨に口にするありさまです。いや、母親の情というものは怖いものです。信州信濃のことわざに母親はこの足を食うとありますが本当ですな。あなたのお母様なんかは富山の市民などで女郎をし人一倍苦労なさった方ですから、なおさら食われたことでしょうな。いや、今しがたその電話で、ほらあなた辰巳警視総監のお嬢さんの婿養子になるという話が進んでらっしゃって、ちょっとぐらいあたりばっかりやめやろうだ。なんだこの野郎。いや、お母様がおっしゃるには可愛い息子が出世のために東京行くのに昔の女玉子、この実に玉子という不細工なキャバレーのホステスがなかなか別れてくれない、いっそのこと睡眠薬でも飲まして殺してしまおう、ガクッたの食わないのぞ。これが私を東京にお呼びになった理由ですか。この辺り殺人事件の容疑者を山木太郎と被害者山口愛子は共に九州を長崎県のことを貧しい百姓の出身です。上京して5年ぶりにばったり会い、その翌日大山金太郎は熱海で首を絞めたという。しかし愛子が見たかった海というものは、俺と俺と何の関係があるんだ。女と別れたい時ははっきり別れてくれと言うもんだと言っとるんです。なんだ。おめえのおふくろさんが動き出す、また殺す。昭和48年12月18日小池の富山に一人の老年の男の死体が浮かび上がった。解剖の結果それは新港に停泊中のだるま船の持ち主本引きの熊田留太郎ということが判明した。つまりあなたのお父様。事件は留太郎が泥酔の結果足を滑らせ誤って海に落ちたということで解決を見たが、一人だけそれを疑う男がいた。それがあなただ。あなたは今のそれはお母様が突き落としたと思っていらっしゃる。もう事故は成立してます。事故、そんなもんが俺に通用すると思ってるか。水野君、他の誰はごまかしてもこの私の目はごまかせない。これは反則だ。うめきが泣くわけがない。申し訳ありません。本当の日かと思った。よし、いかがでしたかな富山。やはりお母さんはタモコさんを連れ出し13時50分発福井行き雷鳥2号に乗り込んでおりました。福井、可愛い息子の出世のためにタモコさん連れ出して睡眠薬でも飲んでくれと言っとるんですから、いや面白くなってきました。いい加減に退社した。紹介しときましょう。水野君です。一言でどんな女かと言いますと私の女です。照れますな。私の女です。今何かお気づきになりませんでしたか。何をです。今一度ずつ音を下げていったんですよ。何、何かお気になったらいかがですかな。何をですか。ですからそれは本当ですかとか。水野さん、あなた部長の女って本当ですか。はい。またまた照れますな。しかしね、水野君は今日のこの事件を最後に警視庁を退職し静岡に嫁いでいくんですが、なーに、静岡といっても茶畑を経営するケチなあんちゃんで。しかしね、私という男がありながらです。私という男がありながらです。歌も出ます。落ち葉の舞い散る天使ばば別れを忘れてさ今こそ来た。バラバラですもんね。もう水野君、その服は初めて見るけども新しい服なの。君は新任の K さん来るといつもそうだね。いえ、以前部長に買っていただいたものです。
着ていけるようなところに連れて行っていただいたことがないのでお忘れになったんでしょう。いやー、私も何度もこの子にプロポーズしようと思ったんですが、今一歩踏み込めなかった。彼女はまた一歩踏み込めず、私にプロポーズさせることができなかった。そしてあなたまた一歩踏み込めず、富山の卵と別れることを躊躇している。しかし、この熱海殺人事件の容疑者小山金太郎は、一歩踏み込んで山口愛子の首を絞めることができた。それが問題だ、それが問題だ。しかしこの事件は、一歩踏み込めない一級者の我々愚かな3人の捜査官が、一級上の一歩踏み込んで女の首を絞めることにできた容疑者を捜査する。こんなバカな話があるか。バーン。つまり、捜査官たるもの、すべからく謙虚であれという金言が無事導き出されたわけですね。なるほど、論理的ですな。しかし金言が導き出されたといっても、今日の私はかなり狂いますから、あなたも火の粉を浴びないようにご注意ください。どういうことですか。憎からと思っていた女が嫁いでいくんですよ。まともでいろって方が無理な話です。あなたもここは一つ男気出して黙って祝福して送り出してやれるじゃないですか。熊田君、そこなんですよ。どこなんですか。私もね、水野君を祝ってあげたい、祝福してあげたいって気持ちはふつふつとある。本当かよ。しかし惜しい、もったいないっていう感情が心の中で優先してくるんですよ。いつでも抱ける女ですよ。おお、いつでも抱ける女。少なくとも紳士がお使いになる言葉とは思えませんな。紳士なんてクソくらいです。俺はエゴです。男のエゴイズムです。武田君、今日は捜査を中断して男のエゴについてとことんディスカッションしてみるか。水野、そういう話し合いならいつでも応じますよ。私はまあそう突っかかってきなさんな。何よりも君の幸せを願ってる男だ。分かってます。その指はエンゲージリングというものかね。申し訳ありません。いや構わんよ。そのイヤリング、エメラルドかね。高いものじゃないんです。いや、以前達彦さんがお父様のお仕事で上京なさった時に君の誕生石だねと言って買ってくれたんです。申し訳ありません。では始めますかな。熊田さん、そちらです。報告書に目を通してください。拾ってください。立浪警視総監取り入って俺の目に立って俺を顎で座って混沌か。さっこっから行かせたよバカ野郎。で、あなたはどう思いますか。その静岡の披露宴の時間、あ、実刑死亡推定時刻どう思って、どういうことですか。書き直しといてください。報告書を書き直せと言うんですか。午後2時半なんていう中途半端な時間にブスが殺されるの好まないんだ私は。そして味噌汁の声を聞く噂に好きでもない男に嫁いでこんなも許せないんだ。私は達彦さんを愛しています。書き直せ。どうして大山慎太郎が捕まったのか。熱海駅前のパチンコへ平和会館で午後7時となっております。ですからこの容疑者の犯行後の足取りを追ってから死亡推定時刻を特定してからでも遅くはないんじゃないですか。足取りなし。何？イエスな殺した兄に足取りも下手からもあるか。足取りなし。何だと？刑事カットもなし、お色直しもなし、お色直しは俺がいい。俺が主人の挨拶と40分ぐらいされてまずお色直した。そして乾杯の音を取ってまたお色直し、そして元愛人を代表して夜の銀次となってまたお色直し。何回お色直しするんだ。何回は必ずしてる。黙りろってんだ。俺が黙見てどうすんだ。強がるな。プン強がるな。日本旅行のホテルの部屋も隣の部屋を取ってる。どっちに来るか気の勝った。僕は絶対勝つ自信があります。気違いだねこの人は。俺を誰だと思ってやる。東京警視庁の木村伝兵衛だぞ。そんな熱海でしがない婚姻が腰芋使って女工の首絞めたなんて珍奇な事件押し付けられてたまるか。部長。水野君、公私混同は困ります。他人がいますから。仕事は仕事、あれはあれ。その君の燃えるような女体を沈めるのはたやすいことなんですが。何なんだ燃えるような女体って。今はオンザビジネス。大人になってください。おめえ年いくつだ。年は…おめえ年いくつだ。いやですから年…おめえ年いくつだ。何言っとんだこいつは。おめえ年いくつだ。おめえ年いくつだね。おめえ年いくつだ。おめえ餅いくつ食ったね。おめえ餅いくつ食った。おめえ年いくつだ。おめえ年いくつだ。おれ30だ。うり30だ。うり30だ。バカ
神聖な警視庁でふざけるな。おお、三十ですか。私は若く見えますが、若いです。バカ。早く小さい頃の若い者の心境は測りかねるところがありますよ。容疑者大山金太郎年齢はいくつになってますかな。君に聞いとるんだよ、熊田何がしか。ジュークと書いてありますか。ジュークが気になるから仕方しに書き出していいだろ、バカ野郎が。早く静岡県警も変な事件を押し付けるようなもんだよ。妹のスカート1枚買うのに半日はデパートを歩き回るなんて、私はもう詩人ですよ。ジュークやそこいらの若者の気まぐれ割れた生意気なようですよ。生意気だな、お前は。私も二十歳前の若者の考え方にはほとんどついていけないことがありますか。無理せんで。無理はしておりません。今無理したじゃん。ただと思うからと申し上げたら、これが無理なんだ言ってくれ。無理したら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 。一本気な男なんですね、その真っ黒い顔。あいよ。どこでお焼きになったんですか。麻布の日焼けサロン、焦げ焦げクラブです。熊田刑事うちの部長はね、妹さんの話をして差し上げると機嫌が良くなりますの、覚えてらっしゃる。いらんことは言わんでよろしい。いらんことじゃないじゃありませんか。マリコさんだってもう十分一人歩きできる年です。あなたがそんなに気を使うことはないの。女はそんなにバカじゃありませんわ。この殺しは手こずりそうだな。だからこそあなたにって流してきたんじゃありませんか。難しい事件はいつもあなた。あなたったら本当に人がいいんですもの。引き受けちゃったおかげで四六時中仕事仕事。あなたったらいつだって仕事一本やりじゃない。弁当君、愛の素焼きはベッドでしか私は好まない。女はベッドが全てじゃありませんわ。 あんたらいつもこんなことやってんですか。死体の発見者は。発見者は熱海に慰安旅行に来ていた板橋の消防団員です。名前は。山田太郎です。山田かよ。どうして俺んとこに山田と熊田とかそういう貧乏くさい名前が来てこねんだよ。山田と熊田なんてのはよ、牛とか馬とかが進化した名前だと思いませんか。そうは思いません。変わってるね、あんた。なんだ、特にやろ。でだ、その山田ってえの、大山金太郎が使い物にならなかった場合、一仕事やってもらわにゃいかん。使い物にならなかった場合とはどういうことですか。使い物にならなかった場合だよ。一仕事とはなんだよ。犯人になってもらうのよ。だだ、言っとくから。山田がダメだったら、おめえに13階段登ってもらう。そんなバカな。俺はそういうことやる男だよ。大体そのおめえの2枚目ずらした小津辛い顔、刑事ってよりは犯人って顔なんだよ。ま、俺も大山金太郎で頑張っては見るけど、万が一の時の保険ってことだ。ああ、そう、やがって、なるほど。お噂には聞いておりましたが、変わった方ですな。変わってますよ、私は。が、力はあります。出た。その山田ってのなんかない。なんかって何がですか。だからさ、こういう珍奇な殺しには発見者の六方から待ちだけやってられんってことですよ。何を言ったんだ、あんた。はい、山田太郎の天使証明を取っておいてくれたまえ。わかりました。何。山田と大山は小学校の先輩後輩という中にしておけ。ちょっと待て。あとは上京してくれる人の中でおにぎりを一個分け合った。ちょっと待て。二人は愛を求めて東京に行ったんだ。二人は愛の功労者だ。バカ。富山の馬警察じゃ、どこの馬の骨が発見しても通用したろうが、今君は私の部下だ。私好みの発見者にするよう全勢力を傾けてほしい。発見者の生まれは。生まれは生まれなかったの。山田は長崎県で生まれたよ。生まれてるじゃねえか、びっくりさせんだ。熊田さん、こういう風に考えたらいいんじゃないかしら。水野君、そのうーんってのやめてくれる。暑苦しいから。暑苦しい女が好きなんでしょ。まあこういうことですよ。普通の消防団員だったら火事がなかったら自分で火をつけて消すぐらいのことはやりますわ。うちの部長の若い子なんかね、情熱ありあまっちゃって人を殺すだって殺人事件解決していたもんですわ。予算か。自慢のように聞こえるじゃないか。いいですか。発見者だ山田太郎は、ただ単に発見者であるという以外に何者でもありません。そして雪吊りの山口愛子を殺す動機というものがありませんよ。今現在大山金太郎という容疑者が捕まっているんですから、その容疑者から先に取り調べるのが筋というもんじゃないんですか。動機だっちゃ動機。動機なんか豚に聞こえろ。まあこれは俺の趣味の問題なんだけどさ、俺動機持ってそうな容疑者って嫌いなんだよ。好きとか嫌いの問題じゃないでしょうか。俺が警視庁でふんぞり返ってられるのはな、容疑者でございますって顔したらささばらしたかったからだよ。容疑者なんか言おうがいまいか知ったことねえんだ。動機なんかいいんだって、いつでも俺が作ってやるんだって。おい、それが東京の刑事さんのやり方ですか。そう、おめえも慣れろ。
学的に始めますかな。北陸のあだ名を富山のアイアンヘッドと言われたあなたの実力を試させてもらいましょうかな。どうぞ。その報告書の中の指紋が全部消えてますが、まあそのくらいはおめえの真っ黒い顔でも発見できたろうがね。どういうことですかな。解釈を聞かせてもらいましょうか。静岡県警の報告によりますと、被害者山口愛子の衣服その他から一切の指紋が拭い取られている痕跡ある、そういうふうに書いてありますが、これから私が判断するにはやはりこれは計画的犯行じゃないかと思います。計画的に。ダメだこりゃ。私が消したの。俺が消させたの。何、熱海署にテーマして指紋全部消させたんだよ。あなたのためよ。おめえのためだよ。なんだって。せっかく富山からいらしていただくんですもの。このくらいのことを一人で差し入れないことにはこれからの捜査の楽しみがないんじゃないかという部長の優しい心遣いですわ。お前らな。おめえも富山じゃちった俺た男だろ。指紋なんざいらねえと思ってよ。まあお手並み拝見といきましょうか。それじゃあなたがな、証拠隠滅じゃねえかよ。決まったものじゃねえよ。おめえもデカやって3年ならまんざら向きってわけじゃあるべ。コストロ引っ掴めて強盗犯人にするなんて朝飯前だろ。おめえが売り出した三国鉱山の汚職事件、おめえが仕組んだって話だぜ。まあてめえで賄賂使って犯人自白させて事件解決すりゃそりゃ出世も早いよな。また少し人高さがなきゃ。立浪警視総監のお嬢さんとの縁談話なんか降って湧いたりゃするめ。図星かよ。大体よ、警察学校の費用を出してくれて何度も子供を下ろさせた女捨てるかって。それによ、動機は何ですかって聞いて、はいはいこれって言われてみろ。俺たち刑事はおまんまの食い上げたことになるんだよ。犯罪には必ず動機というものがあります。動機のない犯罪はそれは精神異常者による犯罪の場合に限られます。じゃあ容疑者大山金太郎は精神異常者だとおっしゃるんですか。そういう可能性もあると私は申し上げとるんですよ。いやー熊田さん、私たちが容疑者大山金太郎を2時間きっちり捜査して、これはすごい犯罪だ、精神異常者と常人のすれすれの犯罪だ、いやいつもは精神異常者ばかりにすごい事件を起こされているけど、普通の人間だってこんなにすごい事件を起こすことができたんだ。勝った勝った、口が言いに勝った、捜査した。あなたのすごいは私もすごい、バカな女、みんなすごいわ。サンチャンチャン、もう一つおまけにサンチャンチャン、もうガーッと盛り上がったところで、へーばーばーばー、ゴー、音がして、あの窓に白衣の男がやってきて、実はこいつは気違いでした、猿でした、あんたたちは猿を相手にしてこんなに盛り上がったんですって。私やね、付き合ってるやつはたまりませんよ。泣いたよ。近頃の刑事がぶったるんでるからよ。たるんでんのよ、近頃日焼けサロンも。どいつもこいつも精神失調者にして無罪放免ってことになるんだよ。あの連続養生の人宮崎勤まってた、俺が担当だったら絶対死刑台に叩き込んでるんだよ。何、肉食った、血飲んだ、それをさ、何、狂った、あ、俺も狂ってるよ。おい熊田、お前肉を食え、ガバ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 肉を食え、お前見ろ、お前血飲め、グビ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 血飲め。いいか、俺の目の黒いちゃあの野郎絶対精神異常者なんかに、いや、あ、死ねー。熊田君、針と糸を持ってませんか。出た、今踏ん張ったときズボンが破れました。ミューゼック。部長、何が悲しいのか、この人泣いてますよ。泣けるんですわ、あなたを見てると。あら、こんなにいい女のどこがそんなに男を泣かせたのかしら。まあ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 、いいじゃないですか。マジマジです。うわ、あいにく針と糸の持ち合わせはありませんが、少々私も腹をくくってかからんといかんなということだけは分かりました。気が合い、それだけは願い下げにしてもらいたいもんですが、あなたとは生きる基準と人を慈しみ愛おしく思う基盤が違います。基盤、確かにあなたは二枚目で表になり、周りにはたくさんの女の方もいるでしょうが、私のようなものが口を挟むことではないと思いますが、少なくとも私は過去どのような戦いがあったにせよ、去っていく女には花束と真心を持って送り出してやるのが筋だと思います。それが男ってもんでしょうか。水野さん、水野さん、何時にここを出れば静岡の結婚式に間に合うんですか。何時に出れば間に合うのかね。貴様は黙ってる。その言葉、後日始末書道行という話じゃ済みませんよ。そんなもんいちいち怖がってちゃ、田舎でどぶろく作りをやってるおっちゃんを田んぼのあぜ道自転車なんかで追いかけましたりすることなんかできやしねえんだよ。水野さん、何時ですか。5時頃です。あなたの白いウェディングドレス姿似合うと思いますよ。
私は全力をかけてあなたを必ず静岡に送り出します。それが富山から来たこの事件に当たる私の課せられた使命です。熊田さん、私たち10年なんです。水野さん、伝えます。私を信じてください。私信じろって言われても。水野さん、無理です。強く生きるんです。私静岡なんて生きてないんです。水野さん、その男はダメだ。いろいろありますよ、男と女。10年ですからな。真心と花束ね。そんなちゃんころ餅みたいなものが女には必要なんですか。はい。私はご婦人方に金がねよく言われます。あなたって人はまあ、なんてことでしょう。花だけあって心のない男ねと。そんな花だけあって心のない冷たさに私も一度もてあそばれてみたいわ。あら、私がけたブレスレット、なんで今日はしてないの。時計も今日街で他の女の人がしてるの見たわ。そんなに悲しい顔しないで。そんなあなたの冷たさが好きなの。水野君。はい。いかがですかな、あの熊田という男を。私のために富山からお呼びになられたのです。はい。私一人じゃあなたを静岡に送り出せないと思いましてね。きっとやってくれますよ、あの男なら。失礼ですが部長、静岡に行くのも行かないのも私が決めます。ならば水野君、かけてみますか。大山金太郎の撮影に。何をかけるのです。私たちとザ・ロンゲストスプリング長すぎた春をです。お互い惹かれ合い愛し合いながらも決して心結ばれることのなかったこの10年の歳月をです。わかりました。何よりも私はあなたの幸せを願ってる男です。わかっております。いやー、私も東京警視庁の木村伝兵衛です。まあ、なんてことでしょう。ただで女を手放すわけには参りません。水野、愛とは優しさのことではありません。何者にも負けぬ強い志のことです。恋とは安らぎのことではありません。共に天を抱かんとする強い意志のことです。そして幸せとはその腕で勝ち取るものなのです。
あの優しいだけの男でいつまで満足できるつもりなのかね。あの人は私を大事にしてくれます。私だって大事にしたさ。何ですって。私なりのやり方でね。それが気に入らなきゃそんな物欲しげな顔するな。いつ私が物欲しげな顔しました。私が何か一度でもあなたに要求したことがありますか。私はあなたの言われるままに生きてきました。そんなに私が嫁に行くのが気に入らないならプロポーズしてください。部長と一緒にいたいんです。お願いです。今日だけは逃げないでください。お願いです。はい、そうですか。では引き続き聞き込みを続行してください。部長さん、長くなりそうか、その電話は。ああ、失礼。いや、熊田君、信州士官のことわざは本当でしたな。お母様、富山駅前の薬屋で睡眠薬を一瓶お買い求めになったことが富山県警の聞き込みによって確認されました。お袋がタバコに睡眠薬飲ませるというんですか。どうですか。なぜそんなことをする必要があるんですか。可愛い息子の出世のためですよ。場所は冬の東尋坊。まさか。東尋坊です。東尋坊。睡眠薬を飲ませ、あの日本海に突き落としたならば死体なんざ上がってきませんよ。母ちゃんやめろ。母ちゃんやめろ。やめろ母ちゃん。来た。部長さんよ、この人のことなんだけどよ、あんまりいたぶるんじゃねえよ。てめえに10年間尽くしてきたんだろうが。温かく祝福して送ってやったらどうだ。てめえのような人殺しに言われる筋じゃねえんだ。すいません、私が悪いんです。あんたは悪かねえよ。悪いのはこのクソ野郎だよ。女なんてもんはよ、かわいいかわいいって言ってやってりゃどんどんかわいくなっていくもんなんだよ。大山よ、それ以上やると今度俺とやり合わなきゃいかんことになるぞ。一応上司だからよ。席に着け。ケレはどうした。何おかしいだってめえ。何でてめえは。何なんだてめえは。おやめ、おめえまた殺す気か。おっと、では始めますかな。どうしてくれ。それじゃあ自己紹介させてもらおうか。今度の事件のために富山県警から赴任してきた熊田留吉だ。得意技はロシア捜査法でピストルに弾を一発だけ込めて捜査に当たる。ということは残り5回のうち一発の弾が出るということか。どういうことだ。叫んで筋道を立てて捜査をしろ。筋道立てて捜査なんかしてた日には俺は日焼けサロンに行く暇がねえんだ。俺は運しか信用しねえ捜査官だ。あっちゃ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 。論点は3つです。なぜ海が湘南や鎌倉なのか熱海だったのか。第2点、凶器の腰芋です。あなたはそばにあった腰芋で山口愛子の首を絞めたと供述しておりますが、果たして愛する愛するでよろしいですかな。ああ、果たして愛する女の首をそばにあった腰芋なんかで絞めることができるのか。第3点、あなたは山口愛子を新宿で待ち伏せし、まったりやったんだよ。流行りのカフェバーに入り、茶店に入ったんだよ。おたま酒を嫌い。酒は飲まなかったよ。困りますな。どこが困るんだい。私の捜査生活20年間の美学家です。ちっ、喉試しをさせていただきます。喉浜は汚れていましたか。おやしがと言っても30年も前になりますが、釣りが好きでよく旧地図を抜け出しては熱海に遊んだものです。私は親父のその横顔を見て明治という激動の時代が、かけっぽと音を立ててガラガラと崩れ去るのを知って。あなた泳げますか。ああ、所持品の項目に水着が入っていない。何が言ってんだよ。気に焼くことぐらいはやっただろうと申し上げておるのです。今の若い人だったら、それとも一生日もっと酔っ払った温泉系がたまらず熱海海岸で夕涼みとでしゃべり込みましたがな、その辺のところをはっきりさせてもらわないと、下手するとあなたは初めから殺す目的で、つまり
最初から殺意を抱いて女を海に誘ったということになります。まずいな。実際なんて言う。でどうなんだお前。俺じゃねえよ。じゃあなぜ水着を持ってかなかった。海が見たいって言ったんだ。バカ野郎、てめえらこういう風情かよ。海が見てえだと。なめんじゃねえぞ貴様。今田君まだ出だしなんですから、そう頭ごなしに怒鳴らして萎縮するばっかりじゃありませんか。もうちょっと解放させてやりましょうよ。あっち。この場所どっから出てきたんだ。捨ててこい。あっち。部長いいですか。山口愛子は製紙工場の助行ですよ。助行やこういう風情に勝手に海見られた日には私はまともに生きとる人間は達成がないということですよ。いいじゃないですか、海ぐらい見せたって。じゃあ何ですか、富山のタバコさんも海に連れていかなかったんですか。タバコのことはいいじゃないですか。失礼。いや私はね、ブスな女はユーミンが好きだ、海を見たがるというこの図式に富山のタバコさんも例外じゃないんじゃないかと思いましてね。面白いことを言う方ですな。会場に選挙区ね。もっと面白いこと言いましょうか。いや結構です。水野さん。はい。確かにあなたのその暑苦しい笑い方は頭にしますな。あら、どの辺が頭にきたわけ。男に今一歩踏み込ませない理由が分かったような気がします。部長、はい、海なんてもんは知らない公認やチョコが見ちゃいかんもんです。痛くて盛り上げて。ゲロゲロ。水野さん、男と別れるときはスパーッと別れるもんです。よせ。こんな人気な事件は私一人で十分ですから。結婚式の準備もあるでしょうし、早く静岡に行かれたらどうですか。そういうことは私が決めないで。おー、けなのもんですな。あなたに言われる筋合いはありません。じゃあ私が富山から来た名刺がわらに。あ、名刺がわら。それならのそのザ・ロンゲスト・スプリングとやらの後について一つ解明して差し上げましょう。どうぞどうぞ。私が察するところ、確かにあなたは部長にとっていつでも抱ける女だが、部長が考えますには、この先自分には好きな女ができるかもしれない。いい縁談の話が来るかもしれない。そうよね。が、来ないかもしれない。来なかったらしたいよね。この時のためにあなたを滑り止めの女として滑り止め残しておきたい、そう思ってらっしゃるわけでしょ。おーた、あーたってなんだよ。私滑り止めだったんですか。何を言ってんの君は。だって今熊田さんが滑り止めだって言ったじゃないですか。まだお前も俺の人間性が疑われること言ってないよ。部長、この後に及んで言い逃れは聞きませんよ。なんで言い逃れって。じゃあお前滑ってないのかよ。俺は滑ってません。そしてこの辺にいるやつらな、大金少なくらい滑ってるんだよ。お前滑ってんだろ。俺はつるんつるん滑ってるよ。人を殺してきたんだから。ほら見ろ、こいつも滑ったじゃないか。お前も滑ってんだろ。滑ってないって。滑ったって言えよ。お前が滑ったって言わねえから俺の捜査が済まねえんだよ。滑ってんだろ。実はですね、滑ってんじゃねえか。俺の人生滑りっぱなしですわ。君を見てるとそう思うよ。滑ったその1、俺のおふくろは富山の新港のだるま船の病気持ちの女郎ですよ。滑ったその2、親父はそのおふくろのポン引きだ。お前んち一家揃って滑ってんのね。その3、その4は誰が言うことになるのやな。俺が6つで妹が4つの時、てめえらにただ飯食わせるのがもったいないから出て行きやがれと、アル中の親父は俺たちを雪の中に蹴散らしやがった。振り返るとだるま船の中では、客を取らされすぎて血を吐きながら病気で寝たきりのおふくろの横で、親父がホステス連れ込んでキャーキャーいたついてやがった。地獄やね。体の弱い妹は、お兄ちゃん寒いよ、お腹すいたよ、何か食べるものが欲しいよってブルブル震えながら泣いていた。おふくろも切れるほど唇をかみしめて歯を食いしばっていた。まだ6つだった俺はどうすることもできなかった。泣き叫ぶ妹を抱きかかえておろおろしていると、妹の体が急に軽くなりやがった。髪のように軽くなりやがった。部長、人間が死ぬっちゅうこと軽くなるっちゅうことなんです。お兄ちゃん、お兄ちゃん、まだ6つだった俺に何ができたというんで。大山よ、山口愛子は海が見てえと言ったのか。すまない。冷たくなった妹を抱きかかえて血の涙と共に振り返ってみた、あの荒れ狂う海を思い出すとよ。てめえらなんざに海なんか見定くねえんだよ。すまない。坊さん呼んでお経をあげる金もなく妹を海に流した俺の気持ちがわかるか。その件に関してはいずれ俺が善処するからさ。親父とホステスがキャーキャーイチャついてる声に耳を塞ぎながら体も動かせずに切れるほど唇をかみしめていたおふくろの悔しさを思うたよ。てめえらだったり
海なんかに捨てたくないんだ。どうしますか大山君、ここは男気出して供養代わりに入ってみますかな。愛子は、愛子は5年ぶりにばったり会った新宿ですがるような目をして海が見たいって言ったんだ。記録します。マイク持ちます。一人で見るのが怖いから一緒に見ようって泣いたんだ。割れた、割れた。歌わしてもらうだけ歌わしてもらって、突然焦げの頭で出てきて焦げのことを言わしてもらうのもなんか田舎者のひがみみたいでなんですばって。おいと愛ちゃんが新宿でばったりって言ったのはカフェバーじゃなかとです、喫茶店です。まあ檀家さんのあんたたちとしても百姓のあんちゃんが酒に酔った勢いで海に行って犯した犯行っちゅうことにしたかったんじゃろうが、手抜きはいけませんもんね。前をどかんかい。そうですか。妹さんかわいそか言葉しましたね。妹さんが軽うなって、お父さんが他の女ば連れ込んで、お母さんがなめくじんごとのたうち回っとったとですか。あんまりかわいそすぎて笑えますもんね。もうコンケイジさん怖かー。もうコンケイジさんにピストルば持たせたらいかんですわよ。もうバカにハサミっちゅうこともありますわって。バカにピストルってもうそげなレベルじゃありませんもんね。九州にはこげなやつが多かとです。九州でこげなやつが魚釣りに行って魚ば釣るときに針も餌もつけんで竿ば行けん垂らしますもんね。この竿に引っかかってくる魚がおるけおかしかとですよ。そん魚の名前を九州じゃアホ魚ボラちゅうとですよ。ボラボラ、そんボラがどげな顔しとるかっていうと、あ、こげな顔しとるかですよ。すいません、出来心でした。大山、おめえいつからその髪型にしてんだ。それがおかしかったよ熊さん。こん前長崎県のごとうにサンプラザ中野が来たとですよ。おいはそれば見に行ってうわーなんかこれがセンスばいと思って、その足でごとうのみんな散髪へ行きましたもんね。ごとうじゃ全員その頭にしてんのか。もうバカバカ、もうごとうでサンプラザ中野って言ったら神様のことですわい。殺す。ああ今頭と頭が押し合いようですわい。頭が勝った。カフェバーでいいじゃないか。酒を飲んだ上の犯行、俺は妹の墓参りに行ってやりたいんだよ。あんたはこの上に嘘ばつけっちゅうとです。嘘じゃねえだろうが、弱ったりだろうが。この人本当のバカや。これからあんた13階段登っていこうちゅうときに何の弱ったりが言うとですか。もうバカバカ、もうバカ野郎。今試合できることでした。おやめ、おめえもブス殺しといてわからんこと言うな。あんたブスで解けないかというのでしょうが。おめえブス殺したのか。殺したとはたまたまブスやったってそれの話でしょうが。それとも何かめ、ブス殺して関節でもらおうって今度なんだから。いやもうガチャポンや。なんだそのガチャポンってのは。いわ小山、椅子を持って前に出てこい。ちゃりましたい。おいがこの男の仕事が叩き直しておりますけどね。
死ぬ時は死ぬだけだな。死ぬってあんたそげなことが許されると思うとですか。大山、俺の捜査ってたまんねえだろ。たまりましてん。大山、俺は知ってんだよ。ただの喫茶店じゃねえんだろ。六本木とか赤坂とかによくある。ああ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 あ俺が燃えられる喫茶店はどこだ。え、言ってみろ。俺は知ってんだよ。あんたは十分燃えちょりますよ。おやば、いっそ持って前に出てこんか。もう根拠医さん目も見えちょりませんもんね。いっそありますもんね。もう何よ、グタ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 抜かしてんだ貴様。はいはいはい、もうグタグタグタ貴様、俺をバカにしてんだお前。いいか、俺は知ってんだよ。表向きはちゃんとしてんだよ。で、中に入っていくとよ、いわくありげな女がいてよ、ここまでずっと切り上がったチャイニーズ同士来てよ、カスバの女を歌ってるようなとこなんだよ。あるんですか、そのあるじゃん、そういうところが。あああああ、あっちだ。え、俺っち好きなの。え、小山、俺が燃えられる喫茶店はどこだ、言ってみろ。いえ、小山、あんたもう燃えちょりますね、もう。小山、言ってみろ、ほら言えって、ほらほら、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 そうたまいってんな。聞くと俺の耳に聞こえてくるんだよ。あ、タイソンみたい。俺はもうこのタイソンって言葉聞くとダメだもん。俺はタイソン刑事だ、タイソンだ。俺はタイソンだ、タイソン、タイソンだから。オーケーテンス。おい、お前ら裏で役やってるなんて俺が知ってるだよ、マキさん。俺の声はその時はすごくいい声が出ちゃう。でカウンターの警察官がガンガン倒してよ、俺をスマートカウンターに飛び乗っちゃうのよ。スマート警察店長出してよ。おい、捜査一課なめちゃねえぞ。おい、女いるぞ、女、女裏に隠してんだろ、女になってきたな。さっきから女来い、女、ほら、パンパンパン、無限期無限期、パンパン、パリ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 、ゴーン、あー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 いったっぺ、もう一回、あー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 いったっぺ、あーあーあーいったっぺ、どかいかい。てなことができる喫茶店だろうが。いるんですか、そんな刑事さん。何だよ、ここに。わかりました、もう。あんたに睨まれたら逃げられんちゅうことはよくわかりました。よかです。おいも腹ば据えて、あんたの捜査ば受けましょう。ああ、今度この刑事さん、派手たまま止めましたばい。おいは見ましたばい、今見えましたばい、この丸型前はピストルなんかキルキルってカシャって前まで止めたぞ。おいは見えましたばい、目がよかですけど。バカー、俺が燃えられる喫茶店の名前はなんだ、言ってみろ。出ないとこの女が、おーい、やめてくれ。上、新宿のマイアミって喫茶店です。バカ野郎、マイアミだと。まだそんな喫茶店あったのか。マイアミ語りや神子ってダメ。あんな喫茶店が日本にあるようじゃまだ日本ある。ダメだと。何度もこの女を忘れてよ。女の連れも真剣考えなかったのか、貴様。コーヒーはドルドル、ガチャガチャうるさいし、ウェイトルスのレンジャーとキャーでしょ、バカさん。よくそんなとこで女を落ちちゃってんだ。どういう実験してるんだ。仲間を部屋の壁張りするってことか。どうした部屋の壁張りするってことか。だけ覚えてんだよ、壁張りするってことか。若い二人が海に行こうなんて警察的にまとまったって俺が報告かけると思ってるんだ。そげなこと俺は知りまして。なんだよ知りましてんて。じゃあこう修羅場にしてもな、修羅場に。また修羅場って、これは捜査ですけど、みんなでやりたいことをやりましょうって、こげなふうに言うと。ああ、そう、じゃあお互いやりたいこと、お互い言いたいこと、あとズバーッと言ってもいいんだな。あんたも顔に似合わず遠慮深かしてやね。あんたの誕生日はいつね。そういう記念日をお互い祝い合う親密な関係になりましょうって、こげなふうに言うとですよ。刑事と犯人ちゅうたら親子も同然ですばい。サドマゾタイバンバンこんね、バンバン。よし、分かった。じゃあそのマイアミで行こう、マイアミで行きましょうや。だからマイアミで。おし、お前はそのマイアミで値切ったわけだ。値切りましたばい。本当かよ。あんたもわからん人やね。今言うたでしょうが、サドマゾちゅうて。サドとマゾの間に嘘はなか。あるのは痛みと憎悪だけですばい。つまり焦げなほどでした。揚げたドットルのコーヒー700円で出しとったら、うちの田舎じゃこらーって怖いおじさんに怒られるとですよ。すごいね、このデンスケは。バカ者、何月号がですか。おいの体調の悪かときは山手線に乗って新宿から品川駅まで電車賃30円しか払いませんもんね。電車賃やらその日の気分気分で払えばよかったです。駅員に注意されたらおいはベッドも外して
2、3発ぶったたいちゃいますもんね。国鉄から JR に変わってのぼせ上がっておりますもんね、あいつら。豪傑だよ、こいつは。銀座の映画館ピカデリーに行った時の話の方がマンダスボかよ。聞かせて。切符ば買うところでこのおいが何ちゅうて通っていったと思うねん。あんたは百姓一枚って言ったんだ。そんなこと言ったら気違いやろ。男子一枚中だったい。一緒でしょ。そしたら腰抜かして通してくれたわ。またやっとる映画が織田の映画たい。いつかどこかでと織田も世の中舐めつるもんね。おいがそのうちオフコースば一人ずつ退治したるけんね。おいはあんまり頭したけん、ダーッとスクリーンまで走っていって、ダーッと正面の穴引き出して、ダーッとズボンば下ろして、ブリブリブリっとうんこをしちゃいました。もう学校テクストでしばらくピカデリーで映画見れましたもんね。世直して。でも普通さ。何がお兄さんだ。刑事が犯人にこびばってどげん人ですか。対等ですね。でもお前恥ずかしくなかったか。恥、九州に恥ないの。中関門海峡を越えたら酒のもん中田です。台風と一緒にどっかに飛んでいってしまったとです。おいの長崎県五島が台風の通り道です。でもよ、お前がそのマイアミのレジンとこで高いとか安いとか言った時に愛子さん何かおっしゃってませんでしたか。顔は真っ赤にして泣いておりました。そりゃ泣くよ。ましてですか。それがおかしかったですよ。なんで泣くことがあるとですか。あげなコーヒー黙って飲んでそれに700円出すちゅう愛ちゃんが東京に迎合しとるとですよ。迎合。そうですよ、迎合ですよ。じゃけんおいは愛ちゃんば指導してやるためにわざわざ大衆浜辺熱海へ連れて行ったとですよ。行こうと思ったら高級浜辺湘南だって鎌倉だってどこへだって連れて行けたとですよ。指導ね。指導でしたよ。もうわけのわからんことを言う女は男のビシビシ引っ張って指導はしてからいかんとです。指導です。おやま、指導です。わかった、わかった。ねえ、これでおいが酒場の満で喫茶店に行ったっちゅうことは分かってもらったと思いますばって。なんだったらマイアミって聞いてもらってもよかですよ。ねぎるねぎらんで大揉めに揉めた和光度がおらんやったかちゅうて、これをおっぱいちゅうとでしょうね。いや、アリバイちゅうとでしょうね。ユーマーだよ、東京の人はユーマーも返しきらんけすか。遅いんよ、おいは静脈が。指導ね。指導でしたよ、女には。あんた、なんで注射器を出しておくの。やれ。何ですか、これ。シャブだ。シャブ、麻薬のシャブですか。そうだよ。なんでおいがシャブバウザリにはいけんのですか。手こずりそうだと思ってね。そんでシャブ中にして自白させようと。察しがいいね。 あんた、どこの世界に自白せん犯人にシャブ回って自白させようっちゅう警察があるとですか。誰が信じてくれるとですか。誰も信じてくれないだろうな。ちゅうことはやっぱりおいが自分で打ってしゃぶ中っていうことですかよね。そうなんだろうね。地獄やね。じゃあ俺はただじゃすいませんが。どうだ、お前もやってみるか。ガーッとするぞ。なんだこの野郎。あ、クラクラっとしてきた。さっき打った時スカッとして今クラクラってするっちゅうことはおいはすでにしゃぶ中っちゅうことですかいなね。水野さんよかったら。やめんか、やめんか。おやめんかいせんだ。そうしょっちゅうやってるべてね。しょっちゅうやられたら困るんだよ。とにかく人権擁護協会に訴えさせてもらいます。バカか、お前は。そんなもんが怖くて東京で刑事やってられんかよ。私の前にここに配属された山梨県警の田所刑事が廃人同様になってこの捜査室を叩き出されたと聞きますね。なるほど、あなたの捜査室に呼ばれるってことは命かけってことですか。人一人死刑台に送ろうってんだ。たるんだ捜査やられると困るんだよ。今田所がどんな風になったのか知ったのか。田所の野郎にフランスで人肉食った佐川一世ってふざけた野郎と焼肉屋行って焼肉ガバガバ食ってこいと言ってやった。そしたらあの野郎腰抜かしてやがった。人肉食った野郎と焼肉元気がなけりゃな、東京で刑事なんかやってられねえんだよ。心配すんな、栄養剤だ。ふざけんな。もっとふざけてみましょうか。じゃあいや、あなたがそれを言い出したら捜査にならんでしょうか。ふざけてみろよ。おいもうやめんか。部長も水野さんを取り返していくんだ。気持ちをさせてやるよ。ほら、ここに座れ。なんでぐるぐる回ってたんだよ。なんで枚数だったんだよ。部長、もう少し大きな声でお願いします。僕と水野君が初めて何の、いや聞こえねえんだよ。何の関係になったところはって言ったの。そのことと俺の事件と何か関係があるのか。あるよ。ふざけんな。だってさっきふざけろって言ったじゃん。バカ言ったもんね。僕と水野君が初めて何の関係になったところは裸電球がチカチカしてる道玄坂の鶴瓶旅館ご休憩2500円の憩いってとこなんですよ。おい水野、この鈴木谷の旅館でお前たちが初めて何になったのと俺が後に行って山口愛子の首を絞めた、これ何か関係があるのか。さあじゃ困るんだよ。水野君あの日初めてだったんじゃないのかな。答えてやれ。はい、初めてだってよ。初めてだったの。じゃあ早く行ってよ。大学の時相当遊んでるって聞いてたもんだからさ。お前が遊んでたおかげで俺が確実に死刑台に置きられるってよ。当たりだよ、当たりの金ちゃん。なんか関係あんのか。あるってしつこいね。信用しなさいよ、自分の担当
あ信用するよ。しょうがないんです、ここに来ちゃったんだから。しょうがないんだよ、ここに来ちゃったからって何なんだよ。実はかくいう私も初めてだったんですよ。そう、初めてだったの。いくつでだ。31です。お前その年になるまで何やってたんだよ。漫然と年を食っておりました。そのことと俺と何か関係があるのか。あるって言ってるだろ。だってお前たちは渋谷だろ、俺たちは新宿なんだよ。お前たちは憩いだろ、俺たちはマイアミなんだよ。その渋谷の憩いと新宿のマイアミってこれ何か関係があるのか。あるって言ってるのにね。もうじゃあさ、関係あるならあるって分かるようにさ、多少なりともヒントをくれよ。そうじゃないと俺不安でたまんないんだよ。キニングの行方、おでこ、スイカ、スイカンゴタ、明智光秀。何言ってんだお前は。それ本当になんか関係あるんだろうな。あるって言ってたろ。どこの世界にその捜査室で捜査官と府警ができたなんてこんな話聞かすとこがあったよ。ここにあるんでしょ。ここに。普通の捜査室だったらさ、ヤクザみたいな容疑者がここに座っててさ、それ以上にヤクザな捜査官がそこにいてさ、お前がさ、捜査官を舐めるんじゃねえ、こういう風に言ってさ、この容疑者がさ、俺は吐かねえぜ、絶対吐かねえぜ、こういう緊張関係が欲しいんだよ。昔そういうこと言ったことがあるんだよ。俺がそういう捜査一課を舐めんじゃねえ。こういった時間が流れていく寂しくなる午後だ、夕方だ、ゴーンと金が鳴る。俺が浴室にタバコをスーッと人が差し出す。タバコは効くもんね。その時その浴室何したと思う。このタバコを一歩吸ってすいませんでした刑事さん、足がやりましたってこうやって自白するんだろ。俺もそういう風に言うと思ったんだよ。ところがそいつは禁煙してます。I am no smoking。 こうだよ。そいつはさ、4日後に死刑になるんだよ。今さら禁煙してなんてやるんだよ。俺はね、それら容疑者一切信用しませんもんね。僕と民族の何の関係の話をして、そしたらね、呆れ果てて自白しますもんね。そういうこともあるかもしんないけどさ、俺の場合は大丈夫だよ、ね、俺の事件は絶対大丈夫だ。俺も昔よ、カツ丼食うかって言ったことあるんだよ。カツ丼、あんたの顔はカツ丼にぴったりね。それも黒カツ丼。夕暮れ時です、金がゴーンとなります。それまで真っ黒い顔してガンガン容疑者殴りつけて、あんたが急にすると、おう黒カツ丼食わんか。それを受けた容疑者が、わっ黒カツ丼だって、それをガバーって一気に来て、もう口の周りなんか真っ黒にしちゃってさ、すいませんでした刑事さん、足がやりました、足が黒でした、なんて自白するんだろ。スパゲティに変えてくれと言われたよ。あんたたちも随分苦労してんのね。分かった、じゃあさ、こっからはさ、俺の捜査のレクリエーションタイムってことにしてさ、まずはこいつの話を聞こうね。こいつの話を聞いて、その後でガンガン俺の捜査やろうよ。それでは筆組旅館憩いにおいての二人の愛、長くなんなよ、死人具の行方、バッとまとめろよ、そして破局の全てを、おしゃべりだってこと忘れんな、実演させていただきます。これが枕です。何でもあんのにこの捜査。これが突撃丸です。なんだよ突撃丸って。私がつけた死人具の名前です。まず私がこの憩いに入りまして、このあらかじめ枕の下にこの突撃丸を隠しておりました。ほら、あの盛り上がったのにいちいち皮肉出しまして、これ調べますもんね。意外と豆なんだよね、これ。水野君が入ってくれりゃ、もう辛抱をたまらずに抱き抱き、ビャーッと押し倒し、もうチュッチュチュッチュッとキスの嵐ですよ。畳にまで失しました、ね、盛り上がった盛り上がった盛り上がった5秒ですよね。初めてだからね、お前は。いざ完全装備して私が枕の下に手を入れますと、あら、あないんですよ、突撃丸が。入れといたんでしょ。入れましたよ。ちゃんと探したのかよ。はい。布団の下とかさ、もう畳のあちこちとかさ。もちろんですよ。じゃあなんでないんだよ、こんなもん神隠しに合うわけないんだからさ。お前に吐かせると思ったんだ、捜査一課を舐めんじゃねえ。かなり参ってるな。参ったよ。もうすぐ吐くな。お前らさ、容疑者を呼びつけといていつもこういう話聞かせてるわけ。皆さんに喜んでいただいております。この枕の下に隠しておいたヒニングの行方と俺の事件となんか関係があったのな。あるよ。なかったら俺キチガイだよ。なかったらてめえ締め殺すぞ。そう言うなよ、俺も今日おかしいんだよ。そりゃ分かってて、でもさ、どうしようもないんですよ刑事さん。刑事さんって言うのは俺の方だ。でもさ、この静岡の茶畑のあんちゃん、この人の婚約者ね、達彦って言うんだけど、変な名前だろ。普通の名前だよ。そうかな、もうあのことばっかり考えてる、いやし名前に聞こえるんだけどもね。うん、二人はもう何かあったのかな。また始まったやつも聞いてくんな。しつこいね、お前も。頼むよ、お前しか頼むやついないんだよ。俺の捜査をしろよ。二人はもうどこまで行ったのかな。じゃあさ、俺が死刑だって決まって、その後文通して話し合おう。死かな、死。あのね、俺はここに死刑か無期懲役かできて今おどおどしてんだよ。そんなおどおどしてる俺があんた C まで行きましたかなんて聞けるか。頼むよ、刑事と犯人は親子もどって君言ったじゃないか。お前そんなに好きだったらなんでちゃんとプロポーズしてやんなかったんだよ。したよ。どこでしたんだよ。水族館だよ。水族館ってあんた子供じゃないんだからさ、レストランとか他に連れて行くとこあるんだよ。この野郎、水族館でプロポーズしちゃいけないんだよ。いけないとかそういうことを言ってるんじゃなくて、僕は他に連れて行くところがあるんじゃないかなって、こう
そこであんたはその指輪を渡そうとしたわけだ。そうなんだよ。タイとかヒラメとかピラピラ泳いでるところでさ、さあ水野君に指輪でも渡そうかなと思ったんだよ。その時水野君何したと思う？なんて言ったんだよ。おいしそうな魚ね。こうだよ。俺はひどいわ。そうだろ。男が女に指輪を渡そうと思うか。水野さん、あんたも男が女に真剣にプロポーズして指輪を渡そうとするときに、なんで美味しそうな魚なんて言ったんですか。あの山梨県警の田所さんがその言葉を聞いて廃人になったんですけど。いえ、いえ、当たり前の言葉なんです。ひらひら泳いでる魚を見て私が美味しそうねって言ったのはよろしいでしょうか。お腹が空いてたもんですから。違う違う、これは大層だ。廃人になりました。何だまだ。こいつぞ。ここはその辰井国と水戸君に肉体関係があったかどうかにズバーッと焦点を絞り込んで捜査を進めましょう。それはいいから、お前まずそのふんどしをしまえ。いつの間に筆圧というか棒圧というか弾けるんですわ。ファースナーが大変だよ。お前もその辰彦と水野が肉体関係があったかどうかっていうのは俺の事件と何か関係があるんだろうな。いや、ここは息抜きです。まだよ。お前たちこうやって容疑者呼びつけといて千葉話ブチブチ聞かせて呆れさせて自白させるっていうこの作戦なわけで。水野君、その辰彦君ってのは僕と君が何の関係だってことを知ってるわけ。何をですか。僕と君が何の関係だってことですよ。どこをどうしたどうなるかってことですよ。それ知ってますよ。知ってんの。知っててそれを許してるわけ。そんなことを気にする人じゃありません。あ、偉いね。電話でちょっと挨拶しときましょう。何の挨拶ですか。性感帯がどうだとか言った方がいいんじゃないですか。頭のてっぺんとかつなげてもらって聞きます。いろいろあったでしょ。あ、変なとこに行かったね。やめてください。なんで。知ってる人が知らない人に教える、これ親切でしょ。恥ずかしくないんですか。恥ずかしくありません。恥を知ってラブをしたって人私いっぱい知っております。やめてください。いや、絶対やめてください。やめろよ。やめろよ。だーすだだだしたくない。好き好き好き。愛の力は恐ろしいもんですな。いつの間にか二人抱き合っていました。俺はカフェバーでもいいと思った。助かります。通じたんだね、心が。心の捜査官って言われてるもんね。君はそれを振ったんだよ。いや、俺は愛子を新宿で待ち伏せして熱海に連れてった。それでもいいと思った。書いた。はい。君字綺麗だもんね。顔も綺麗。もう怒ったぞ。俺は今のお前の不安を気に決めた。俺はカフェバーにも行ってない。待ち伏せもしてない。おいおい、それは困るよ。これは俺のためじゃない、お前たちのためだ。特にお前だ。いいか、この俺の拙い事件を通して人間とは、男とは何ぞや。これを知ってくれ。俺の拙い愛の無知だと思ってくれ。まずお前辰彦のところに電話して性感帯がどこだとかそういうのを聞くのはやめろ。それは人間として最低のことだ。人殺しから人間として最低なんて言われたくありませんな。お前は人間としてダメだ。基礎がない。基礎。僕は人間として基礎もないわけ。やめろって。女の腐ったよね、野郎だよ。なんだとこの野郎。女の腐ったじゃねえか。なことは親からも言われてんだ。親が言わねえから俺が言ってやってんだよ。基礎怒ったとこの野郎。おめえみてえな野郎はな。なんだよ。なんでおめえみたいなって言うて、なんだよ。いいんだよ。何がいいんだよ。説明してみろ。うるせえよ。うるせえだろこの野郎。俺も怒ったぞ、ハッキー。これよ。おい、ハゲ。なんだよ。ビービービーうるせえんだよ。ゲーハー。なんだよ。おい、腐るぞ俺も。腐れよ、じゃあ。よし、腐ってやるから読んでろよ。うわっ。部長、部長、そんなに柔らかかったらなんでもあのかっさらってやらなかったんですか。だから一歩踏み込めなかったんだよ。水野さん、あんたも悪い、謝んなさい。なんで一歩踏み込ませてやらなかったんですか。一生くねくねしますよこの人。俺たちさ、どっかインテリだろ。そう、こいつらどっかインテリだから裸でぶつかり合うことを専門な、このインテリ。本当お前ら羨ましいよ。お前らだってこれからだって裸でぶつかり合ったんだもんな。ぶつかり合ってきたんだよ。それも真っ昼間だよ。男と女に時間は関係ないよ。それは相撲だ。相撲だよ。男と女は互いに回しを掴んで押し倒すだけだよ。観光客いる熱海の海岸で。はいはい、瞳を気にしてどうするんだ。洋服脱いで。裸が一番。スカート脱いで。今日も裸だ。裸がうまい。裸でぶつかり合ったんだもんな。ぶつかり合ってきたんだよ。でもさ、男の回しってあれだけども女の回しってあれ、食い込まねえか。パパ、ちょんまげなんかしてたのかしら。当然でしょう。お前ちょっと待ってよ、誰が相撲を取ってたの。ユウたち二人ですよ。誰がちょんまげしてたの。愛子さんが。ちょっと待ってよ。ちょんまげはどこで買ったのかしら。マイアミに決まってるでしょ。あの手屋の喫茶店はね、レジの横にちょんまげが置いてあるんですよ。回しは？ユウたち二人は熱海の気をつけて買ったんだよね。ちょっと待ってよベイビー、ミーだってクレイジーじゃないんだからさ。じゃあ Why? Why? You?
ワイワイっていうのは自分っていうことじゃないんだぞ。ワイなぜだよ、なぜだよ、なぜユーは、うん、テイストはレッドなの。レッドになるでしょ普通ね。こういう話を聞かされたらさ、レッドになるでしょ。真っ昼間トラベラーの多い熱海のオンザビーチで男と女が裸で回ししてスモーレスリングをファイトしていた。そんな2人は回しをしてたんだ。書いといて、はい、塩もまいたな、塩まいた、書いといて、土俵入れ替えといて、はい、大したリンゴ頭のリンゴ野郎だぜこいつは。よし、ここまで盛り上がったら休憩だ。そうしましょう。待ってよ、ね、ちょっと待ってよ、ね、こんなところで休憩されたらさ、俺一生ちょんまげが外せないわけ。待ってちょんまげ、こんなバカなこと言ってる場合じゃないんだ、ね、頼むよ。聞いてくれよ俺の話。なんだよ、聞いてくれよ。どうせ俺はアホ魚のボラだからよ。何言ってんだよアホ魚のボラっていうのは九州ではタイのことなんだよ。本当か。本当だよ。だから聞いてくれよ、俺の目を見て聞いてくれよ。見てるよ。見てるようには見えないんだよ。もっと強い目で見てくれよ。お前なんで団子なんか食ってんだよなんで座ってんだよ。いや疲れたから休んでんだよ。なんでわざわざ、なんだその手は。手が疲れたから置いてんだよ。なんで両手置かなきゃ。なんだそれは。体操してんだ。そんな体操なんかして。死んでやる、死んでやる。聞いてよ、ね、お行儀が悪い。お行儀が悪いじゃないよ。聞いてくれよ俺の話。もういらねえよ。いいか、男の俺はいいよ。だけど女の愛子はさ、真っ昼間観光客の多い熱海の浜辺で裸で回ししてビラビラつけてちょんまげして相撲を取ってたなんて、こんな話がお前表に出てみろ、愛子の家族は一生後藤に住めなくなるんだよ。じゃあもしあなたが相撲を取ってなかったとしたら。取ってないよ相撲なんか。その浜辺にたまたま甲羅しに来ていた三亀でも来てたのかしら。砂亀です。砂亀、そう、砂亀さんがコロッとひっくり返ったその時におっきになったというんです。何聞いたんだよ。砂亀さんがおっしゃるには。この砂亀っていうのは何か。警視庁で飼ってる特殊な警察ガメか。君の大きな普通ガメです。村相撲で大関になった一番、なんで忘れたねと聞いたんですかね。カサ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 、何なんですかその大関になった一番ちゅうのは。なるほど、捜査は進んでたわけだ。四六時中愛人をしていたというわけではありません。私も一応刑事です。おい水野、これが俺が山口愛子の首を絞めた凶器の腰紐だ。いずれお前の首にも任せてもらうことになるが、五体満足で静岡に行けると思うな。では腰紐に絞って捜査を進めますかな。ついでに枕の下に隠しておいた否認具の行方についても知りたいもんだが。そのつもりです。では北陸などあなたの推理を聞かせてもらいましょうか。時間の無駄ってことだけにはせんでくれよな。私が思いますに。あんたが思うに。被害者山口愛子は私服姿で殺害されておりましたので、凶器の腰紐はかねてから用意されていたものと思われます。ええです、まるで一幅の絵です。パリの哀愁ジョン・マティスが涙とともにキャンパスに刻みつけたモンパルナスのマジックです。ほぼ完璧な推理です。一点の曇りもありませんが、二点疑問点を差し挟んでもよろしゅうございますかな。なんで一点の曇りもないのに二点も挟むな。私その腰芋は女の浴衣から取ったものだと思ってるんです。おっと刑事さん、水野ドアを閉めろ。はい。俺たちは熱海駅から直接海岸に行ったんですよ。いつ浴衣に着替える時間があったんですか。まだ逃げようとしたら打ち殺してもかまんぞ。逃げねえよ俺は。いつ浴衣に着替えたんだ。いつ浴衣を着たんだ。女はシャワーを浴びた後に浴衣を着たんだよ。いつシャワーを浴びたんだよ。私もシャワーを浴びなくてもいいと言ったんだよ。もし浴びても裸で私の目に飛び込んでらっしゃいと言ったんだよ。これあかん、来るとこ間違えた。なのにこの子は浴衣を着て、それも難しいアラビア調査虫見せてくるんだよ。それとこに40分かかりましたよ。ご休憩2時間のうちに40分がそれだよ。そもそもシャワーを30分浴びてんだよ。俺パンツ一丁でうろうろ待っててさ、うろ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 う、10分経っても出てこない、20分経っても出てこないんだよ。女のシャワーは長いもんね。もう俺のも8切れんばかりになってるからさ、パンツ一丁にも限度があるよ。パンツも脱いだ、裸だよ。裸でうろうろしたんだよ。うろ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 、ついでに外出たら危ない。ガチャッ、オートロックだろ。
なんでこんなこと気が付いてやんなかったんだよ。もうしょうがないからこっち行ったよ。あっち、何やってんだよ。エレベーター取ってフロント行くんだよ。乗ったんだよ。そしたらさ、まずいことにカップルがずーっと入ってくるんだよ。俺も慌てて息止めて彫刻のポーズだよ。でも女ってのはバカだね。ああ、いい彫刻で触りまくるんだよ。普通さ、エレベーターの中にこんな彫刻があるか。男は分かってくるんだよ、こっちめくってくれるの。でも女の方はさ、いい感じいい感じ触りまくるんだよ。でやっと着いたフロントのおっさんに、すいません、あの鍵返してくれてたらさ、おっさんびっくりして彫刻になっちゃったよ。大変だった、いろんなことが。それやっと帰ってきたら、あー気持ちよかった、出てきたんだよ。その時お前がアラビア蝶々結びをしていたわけだ。そうなんだよ。シャワーに30分、ドア関係20分、アラビア結びに40分、残った時間は5分だよ。水野君、君はなんでああいう難しい結びをしてきたの。あなたの情熱を試してみたかったのよ。こういう女ですよ、男の情熱を試しておいて鼻先で笑う女なんですよ。花子娘なんですよ。アンアンのセックスで痩せようとして目を皿のように潜んでますもんね。部長さんよ、もうそろそろ枕の下に隠しておいたヒニングの行方について知りたいもんだが、俺にも我慢の限度があるんだよ。発表します。よしだよ。どこだどこだと探していた汗で光った私の額に一旦ことくっついておりました。おでこについたコンドーム、私笑って僕赤くなる。それはそれはかわいそうなお話でしたね。それから二人は寂しくなって道玄坂を下って行きました。それはそれはかわいそうなお話でしたね。それから二人は気まずくなって今に至っているのです。それはそれはかわいそうなお話でしたね。その時の笑いがすごかったんだよ。それはそれは、おい、いつまでやってんだバカ。これは終わりだ。水野君、なんでこれが笑えたわけね。答えなさいよ、答えなさいよ。ほら、お前がミュージカルに託して訴えたいという二人の悲しい定めの話はよく分かった。だけどこれは俺の捜査なんだからさ、お前の頭からその女の話をどかすわけにはいかんか。どかしたら空っぽになっちゃうの。1時間の捜査のうち50分その話聞かされてんだよ。だそうだよな。ああ、ほら、大山君の長い説教が始まるよ。大山君の説教は長い長い長くてもためになる。やめんか。何もためになんない。特にお前のためだけにはなりたくない。お前のためには絶対ならん。これなし。何がためになるのか、そして何で笑ったのかを4拍子で答えてもらおうか。3、はい。何がためになったのか。やめんか。わー、猫だまし、あった。この人私に猫だましかけた。だだー、俺の女に猫だましかけた。ただですると思うなよ。言ってて貴様、殺してる。突っ込んでろ、おめえは。突っ込んでろ、しばらく出てくんじゃねえぞ。さあ、聞かせてもらおうか。もう一度4拍子で。3、はい。お前は引っ込んでろ。お前も吐けてろ。まだ余力があんのか。よーし、徹底的に聞かせてもらおうじゃねえか。4拍子で、もっとアホみたいにやれ。3、はい。何言ってんだてめえは。もうそろそろ答えてもらおうか。だから私がその時笑ったのは、床でここにピタッとついたのが奈良の大仏みたいでおかしかったんだもん。こういう女が殴っちゃえ、へい、殴っちゃえ、へい。普通なら殴られる。怖い怖い怖い、でも謝らない。竜巻、変な竜巻が沸き起こる女心。バビオンバビオンバビオン。何やってんだおめえは。どうさでしょ。こういう女は殴っちゃえ、殴っちゃえ。普通なら、そういう女は殴っちゃえ、殴られる。ヘイヘイヘイ。やめんか。部長、もうダメです。俺どうにかなりそうです。部長、日本人にミュージカルは似合わない。タイツ履いてハムレットなんかやってるやつがいる。部長、この捜査は失敗ですよ。
日本人はね、やっぱりうどんです。うどんで操作しなきゃ。部長、今年も投げますか。汚れますもんね、やっぱりやめましょう。お母さん、ごめんなさい。まだ、お前は何がやりたかったんだ。部長、いい加減にしてください。お前がいい加減にしろ、バカ。何やってんだお前は。まとめてください。お前が出てくるからまとまらねえんだよ、バカ野郎。まとめてください。よし、まとめる。そんな格好でまとまる。お前にやられたくない。待て、みんな、はい、立ち直ろう。立ち直りましょう。まとめるぞ。はい、ちゃんとな、証拠写真だけ用意してある。何をうろたいてんだお前は。この証拠写真。あ、部長たちがエアロビクス行って2人で肩組んでピースってやってるような写真でしょ。バカ者。え、何ですか。黙ってろよお前は。どうして。いや、だって信じるの。信じるよ、もうこうなったら。本当信じる。信じるよ。信じる。大丈夫か。信じるよ。だから今証拠写真だってんだろ。この証拠写真が早くガーンと俺に来るんだよ。何の写真でいい。僕がカメラを持ってこの子を裸にしんむいて紐でしばった。お前がその男のおばちゃんみたいな格好が似合うのはよく分かった。だけどさ、今度からお前たちそういう格好してくるときは言ってくれよ。俺もなんか着てくるから。何の写真で。お前が花火花さず持ってた村相撲で大関になった一番の写真だよ。そしてこの日記は昭和48年6月12日付のあなたの日記です。あなたの母校笛小学校から借りてきました。長崎五島は夏真っ盛りだった。今日は楽しい相撲大会だ。若葉が生い茂り、セミがミン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 鳴いていた。僕はいがぐり頭で回しをして、果たして神社の境内に続く石段をトン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 登っていくと、海がパーッと広がっていた。境内にしつらえられた土俵では、残った残った残ったと明るい声が広がった。僕が行くと、金、よく来た。今年こそ絶対大関になるんじゃと、みんな僕を迎えてくれた。愛ちゃんの祈るような目が見えた。僕たちは幸せだった。美しい山と美しい海と美しい人の心に囲まれて僕たちは幸せだった。僕たちはたとえ離れ離れになろうともきっとこの五島に帰ってくるんだ。きっとこのふるさとに帰ってくるんだ。村長さんの声も聞こえてきた。金、頑張らんで絶対大関になるんじゃ。でも僕に一番力を与えてくれたのは金ちゃん頑張ってと6月の若葉の間から聞こえてきた愛ちゃんのあの声だった。僕は忘れはしないあの時の日の光を、風の色を、そして金ちゃん頑張ったと声援してくれた愛ちゃんのあの声を。僕は愛ちゃんのために絶対大関になるんだと次郎の回しを引き寄せて空に向かって打っちゃった。どうしました。これ以上は辛すぎて読めません。大山君、私が代読しても構いませんか。大山、すまん。え、買ったんです、このために。何か。3万2000円。2つで6万4000円。いや、散財だったということ。散財っつったってさ、俺の日記はあと2行ぐらいしかないんだよ。相撲を取りました、大関になりました、よかったよかったって、この2行のために何回メガネがいるんだよ。まだ何か。感想は。よく似合います。まだ何か。私はさあ似合わねえ。大丈夫だよ。二人ほくろをつけ代読しようと思っとるんです。
その方が気持ちがぐーっと上がるんじゃないかと思いまして。目は良かったのでした。こう部長さんお元気ですか。僕は元気です。またぬかこら、お前と俺は今日初めて会ったんだよ。それは15年前の日記だ。お前のことなんか書いてないよ。それだけこの事件にかけてるってことですよ。それはわかるんだけどさ、書いてある通りに読んでくれよ。書いてある通りに。わかった、頼む。国意を。そこは読まなくていいんだ。そこは読まなくていいんだ。中身を読んでくれ、中身を。それだけこの事件にかけてるってことでしょ。だってあんた日記読むだけでメガネとかほくろとかそういうもんが多すぎるんだもん。わかったよ。こっからがいいとこなんだからさ。やった、頼む。町田文具店。それはノートを買ったお店の名前でしょ。そこも読まなくていいんだよ。そこも中身を読んでくれ。それだけこの事件にかけてるってことじゃないか。あんたにかけてもらってよかった試しがありましたもんね。わかったよ。わかったじゃないもん。出てきなさいもん、出てきなさい。みんな、俺はこいつの性格上、次はノートの値段を読むと思うんだよ。絶対こいつはそういう男なんだ。読んでみろ、みんな見てるぞ。100円。ここ読むんだよ、ここ。スタロ次郎だよ。なんでそんな簡単な漢字が読めないんだよ、お前は。分かったよ、もう。頼むよ。次郎、次郎を売っちゃったとき、回しが落ちた。そこには僕の片金があった。一つの金玉しかないのだ。村の境内が笑いに包まれた。金太郎は片金ばい。金太郎は片金ばい。その声が大合唱となり、波となり津波となって、島湾に広がった。こっからが叙情的なんだ。ふと愛ちゃんを見ると人一倍大口を開けてゲラゲラ笑っていた。虫歯が見える。そこまで描写しなくてもいいじゃないですか。愛ちゃんのごっつい栗まんじゅうのような髪型が印象的だった。大口開けて指さして、うわぁ、でかか金玉スイカンゴタ。僕は忘れない、あの時の日と光も風の色も愛ちゃんのあの声、うわぁ、水管ごた。その声は旅館憩いでヒリングが部長さんの額にくっついた時、うわぁ、大仏んごた。そういった水野さんのその声と同じだったろう。ああ、部長さん、部長さん、僕は尊敬します。あの時グーグー笑った水野さんのその首を締めなかったあなたのことを。どうだ、俺とお前は同じ撮影を共有していたろう。先生、もうおいが片金だっちゅうのはもうよかです。でもその水管ごたっちゅうくだりだけはやめてくれませんか。なかしないか。何年の付き合いと思ってるんだ。戦後からですけど、もう結婚になります。実はお前は片金ではなかった。先生、おいは助けてくれるんですか。お前のもう一つ聞いても、ひょいっと打っちゃった時、こちらの血筆の力にピタッと一個くっついておりました。先生の正義は日本一倍。おいは片金じゃない、おいは片金じゃない、おいは絶対片金じゃない倍。そう思ったお前は愛子を信じていましたし、熱海に愛子を連れた。先生は天才倍。浜辺に座る二人には宇野が描写、職場の話も出ます。描写描写、田舎の話も出ます。また描写、だんだん気分も和んできます。この描写男が所詮は悲劇の男、まだまだ悲劇は起こります。受けて立ちます、バイ先生。さあ、つきたと言おうとして、その時に熱海の水平線の向こうから太陽が一個ぐらーっと上がってくる。俺はただの太陽じゃなかです、バイ。その時、アイコはスイカが出ます、バイ。うわー、またスイカんごた。言ったアイコが悪かった。スイカという言葉に邪魔し、おいはスイカじゃないとばかりにスイカの首を締めた。やったー、万歳万歳、まだバカ野郎。もういい、もう俺は捜査もいらない、弁護士もいらない、裁判もいらないから、早いとこ死刑台に送ってくれ。何言ってんだね。人殺したからで簡単に死刑台に行けると思ったのか。俺のどこが威張ってんだよ。人を殺しただけなんだって。そりゃお前は山口彩子さんを殺したでしょうよ。そうだよ、俺が殺したんだよ。そんなことは知ってんの、俺たち3人みんな分かってんの。お前の水管ごたっていう話聞いてたら、そういう風には見えねえんだよ。誰でも人は殺せるの、でもな、誰でも出荷はされないの。どういうことだ。お前はまずただのスイカなんだよ、スイカ。お前が出荷されるのはな、俺たち刑事が水をあげて肥料をあげて、大山金太郎君はこれこれこういう理由で山口大夫さんを殺しましたと犯罪を立証して、ぺったんことシールを貼って
初めて出荷されんだよ。一生できなかったら無罪ってことになるわな。じゃあ無罪ってことにしてくれよ。いいぜ。ふざけんな。ふざけちゃいねえんだよな。これがここに座られたら困るんですが。いえ、座り心地のいい椅子だなと思いましてね。しくじったらただじゃ済みませんよ。馬鹿言っちゃ困りますよ。伊達に遠山から呼ばれたわけじゃないっすよ、俺は。大山、おめえ何か無罪になりたくねえわけでもあるってか。ん？おめえが帰りゃ、おらたちは山口愛子を一点に絞り、聞き込みができるってわけだっぺ。おめえ何か山口愛子の周りを聞き込まれると、困ることでもあるってか。やっぱり山口愛子は売春してたってか。この写真見てきろや。山口愛子が着ているこの高そうな服、これは女工夫人には買いに服だっぺ。このバッグ、このバッグも女工夫人には買いに服だっぺ。小山、やっぱり山口愛子は売春してたっぺか。愛子とどこでやった。俺はこう考えるんだ。つっつき話が出そうな行員がたまたま女さ買いに行って、そこの売春宿から出てきた女子が5年ぶりにばったり会った同居の幼なじみの女子だった。こぼしだっぺや。ロマンチックだってね。俺はたち刑事も燃えるっぺ。大山、その売春宿でおめえやったってか。やらんでしょ、小田君。幼なじみがばったり売春宿で会ったんですよ。やるんですよ、俺たちみたいな育ちの悪いのは。あんたらみたいにここにちょこっとついてただけで、道玄坂の坂をちょぼくれて降りてきたのとはわけが違うんだ。俺たちは必死に這い上がってきたんだ。こいつら必死に生きとるんですよ。小山、おめえやが山口愛子をいくらで買った？あ？3万か5万か。やった後悲しい定めに抱き合って泣いたってか。海が見て一人で見るのが怖いから一緒に見ようって泣いたってか。だったら辻褄が合ってな。やっぱり山口愛子は売春してたってか。裏は取れてるってわけか。こけちゃいけ。そったら裏取るためにこの富山の穴子が呼ばれたわけじゃねっぺや。いや、何のためにその富山の穴子が穴から這い出てきたんで。山口愛子が殺害されていた時に右手に悔しそうに握りしめていたこの1000円、この1000円の謎を解くためにこの穴子は穴から呼ばれたっぺや。こりゃ何の金だ。知らねえよ俺は。大山、おめえまさか山口愛子を1000円で買おうとしたんじゃねえっぺね。困ったもんだね、この人にも。そうですかな。1000円で買える女がいるのかよ。ま、アナゴの話を聞きましょうや。アナゴはね、ガッペーンとこのアナゴのひげが伸びたっぺよ。俺は富山でアナゴパソコン買ったっぺよ。そりゃ変なもん買ったもんだね。いや、アナゴ通信したっぺよ。ペッペ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 。アナゴアナゴ、こちら東京の浅草の売春宿にコケって呼ばれてる1000円で買える女がいる。アナゴアナゴ。そう、アナゴ通信されてきたっぺや。俺は売春婦の中で1000円で買える女がいるなんて信じたかねっぺ。どけ。なんだと。東京の捜査室じゃ間違っても俺の前に立つんじゃねえ。なんだと。えい、あ、お母様ですか。今出世魚アナゴがうなぎになりそうですが。これで分かったろ。てめえのおふくろさんそそのかして富山の女に睡眠薬を差し出したのは私です。何だと。こう言えば分かっていただけますかな。母親がこの足を食うという信州信濃のことわざは私が作りました。さま、妻だよ。もしおめえのおふくろさんが富山の玉子に睡眠薬飲ませてあの東尋坊の崖から突き落としてたらどうすんだよ。逮捕する。なんだと。俺が死刑台に叩き込んでやる。自分のおふくろさん死刑台に叩き込んでやる。刑事という職業を選んだ人間だ。俺は親父が憎かった。働きもせず飲んだくれておふくろに客を取らせていた親父が憎かった。親父が姿を消した小雪まじりの日におふくろは夜遅く一人で帰ってきた。一晩中まんじりともせずに油で汚れ切った海を見て泣いていた。俺は親父が憎かった。殺してやりたいほど憎かった。だから
いくら人間のクズでも人が人を殺しちゃいかんのだ。俺はおふくろに何度も何度も自首してくれと勧めたんだ。熊沢君、今のお言葉は立浪警視総監のお嬢さんの判事にふさわしいお言葉です。立浪警視総監もいい跡取りができたとお喜びでしょうな。東京は伝えべき最終11時45分白山2号お乗りになりますか、なりませんか。直江乗り換え福井駅に乗ればまだ間に合うかもしれませんね。今度戻ってきたらあんた殺す。部長さん、そろそろあんたたちも時間切れのようだが。ちょっと待ってください。ひどいじゃないですか。たった10年間まで遊んどいて結婚しろなんてひどいじゃないですか。熊田よ、おめえ富山に帰ったんじゃねえのか。まだ間に合ったんじゃねえのか。間に合わなかったんだよ。実のお殺さん死刑台に送るつもりか。初老上がりだよ。生きてたってしゃあねえ女なんだよ。なんだとてめえ、誰だよ。なんだ立浪警視総監のお嬢さんと一緒になるのか。おふくろがそうしろと言ったんだよ。うざつけ、じゃねえ。そういう親なんだよ。それにそれぐらいのことやってもらうと俺はやってないか。俺は物心ついた時からよ、港町で小敷のようにボタ拾いやらされてきたんだ。荒くれ妊婦どもに混じって鉄よりも重い荷物運ばされてきたんだ。あの女に死ぬほどこき使われてきたんだ。親父が飲んだくれた時なんかよ、俺がおふくろの客引きやってたんだよ。実の親の客引きをやらされてる俺の気持ちやばいじゃんか。この背広おふくろが買ってくれたんだよ。玉子さんのことは私が始末をつけるから。始末つけるからってどういうことだい。あなたは何も心配しないで東京に行ってお嬢さんと一緒になって出世しなさいって、あなたに小さい頃から苦労をかけてきた私のせめてもの気持ちだと、あのクズが初めて吐いた人間らしい言葉だったんだよ。てめえ覚えてるよ。富山に帰ろうと思ったらまだ間に合ったんじゃねえのか。駅に着いたらもう汽車は出てたんだ。そうかよ。タクシーだって拾えなかった。どうだろうよ。何時までにこの事件を挙げればいいんですか。11時までに横浜で待ち合わせをしています。そこで正式にお嬢さんにプロポーズしようと思っていますがね。そうですか。でもお嬢さん無事に横浜まで着けますかね。私と彼女の愛の絆はそう簡単に壊れやしませんよ。いいえ、うちの部長は甘く見たらいけない、そう申し上げてるんですよ。おう、そうじゃなかったらね、私たちは10年間も2人やってない。そう言いたいですか。はい。変わってますな。そうでしょうか。変わってます、あなた方は。で、静岡には行かないんですか。どうしたらいいですか。さあ、私には関わり合いのないことですからね。冷たいんですね。そんなに冷たい目で俺を見るな。俺は自分のことで精一杯なんだよ。他人に関わってる暇はねえんで。そのキャバレー勤めをしてらっしゃる玉子さんからお手紙いただきました。私は消えますから、どうか立浪警総監のお嬢さんと富吉さんのお話よろしくお願いしますと。今福井県東尋坊は4日で25メートル大雪と聞いております。お二人とも一体どんなお気持ちで雪の中歩いてらっしゃるんでしょうか。俺は玉子に別れてくれなんて言ったことないんです。お嬢さんと一緒になるとも言ってないんです。だったらなぜ。おふくろがそうしろと言ったんです。俺小さい時に客が帰った後、おふくろの体を隅から隅まで拭いてやっていたんです。ガリガリに痩せた体でおふくろはありがとう、ありがとう、私を早く捨ててあんたは自由になりなさいって、そう言っていたんです。俺のことなんかどうでもいいじゃないですか。その部長さんはどこに行かれたんです。大山だってね。多分重要参考人砂亀を逮捕に向かったものと思われます。西浅草4丁目売春宿企画楼を経営者砂亀吉、通称砂亀。砂亀は実在していたのか。不運でしたね。あなたもまさか愛子さんの売春宿のご主人が同じ熱海でコーラ干しをしていようとは、とうとう砂から首を出したようですね。亀が。大山、長
崎県島原市内に潜伏していた山田太郎はふるさと後藤の連絡船に乗る間際は逮捕された。山田が来ていた旅館の浴衣も証拠品として押収した。いやー熊田が砂亀さんに山口がこの写真を見せたら、あ、これはうちの売春宿の苔だ、千円女だ。やっぱり山口愛子は売春してたんですか。こんな不細工な女に客がつきますか。苔ですよ苔。苔って何ですか。ああいう世界にも序列があるんですな。あれを買いに行けと言えば買いに行き、あれをつけてくれと言われる客の股からに顔を突っ込んでそれをつけてやる、ほれいわばかぶせや、そういう最低の女だったんですよ。さすが富山なのも、ピーンと来てましたな。やっぱりこいつ山口愛子に千円差し出したみたいですよ。さあ始めようか。あんまり手荒な真似はせんでくれよな。なんせ水野君は明日の朝花嫁さんになる大事な体だ。水野君幸運を祈ります。そこだ。ここは東京警視庁だ。捜査中に刑事が死ぬこともあるよ。すごいねあんたは。はい。拘置所であんたの担当の捜査官は誰かって聞かれて木村って人ですって答えたら、そりゃあ災難だったね。あんたもう助からねえよって言われた理由がよくわかったよ。そうですか。あいつは警視庁の嫌われ者で面汚しで、犯人に自白させるためだったらたとえ何人の部下が死のうとも、どんな汚い手でも使うと、まるで蛇を怖がるような目をしていた理由もよくわかったよ。その言葉褒め言葉として受けておきます。これだけは覚えといてもらおうか。俺が自白するのはな、捜査に追い詰められたわけでもなく、刑事さんの情にほだされたわけでもない、ただこれ以上お前と付き合っていくのに弟嫌気がさしたってことだけは覚えといてもらおうか。ではあなたの殺意及び大関になった一番の謎聞かせてもらえますな。そのつもりだが。部長さんよ、一つだけ聞かせてもらっていいか。どうぞ。例の水族館でプロポーズした件なんだけど、この人に美味しそうな魚ねって言わすように仕向けたのはあんたじゃねえかと思うんだよ。あんたはそういう男だ、そういう人の心をもてあそぶ男だ。まあそれはいいとして、あんた一度でも言葉にして結婚してくれって言ったのか。いや、私もこういう仕事だ。女を幸せにする自信がなくてね。のぼせやがんじゃねえ。こういう仕事ってめえがどんな偉い仕事してんだ。あんた変わってんねえ。そもそも人間が人間を幸せにできるのか。この人だってあんたに幸せにしてもらおうなんて思っちゃいねえよ。自分が幸せになりたいからあんたと一緒になりたいと思ったんじゃねえのか。あんたのようなゲスな野郎とも好きなあんたと一緒にいさえすれば、たとえどんなに苦しいことがあろうとも、たとえどんなにつらいことがあろうとも耐えていける、そう思ったからあんたと一緒になりたいと思ったんじゃねえのか。そういうものか。はい。少なくとも俺はそうだった。俺自身が幸せになりたいから愛子に一緒になろうって言ったんだ。後藤に帰ろうって言ったんだ。熊田、腰ひも貸してくれ。少し時間をくれないと。ダメだ、5分でいいんだ。もう遅い。最終的にはこういう形になるんだが。そうなんですか。九州の後藤から若い二人が夢を抱いて東京にやってきた。そして傷つき夢破れた二人の悲しい末路を見届けてくれや。そのつもりです。そしてまた俺の殺意のありどころをギリギリのとこまで踏ん張って見届けてくれや。10分だけ助けろ。サムネと
あいつのおふくろさんが人殺しになる。まずいことに玉子って女も出世の妨げにならないようにと死ぬ気でいるんだ。横風25メートル猛吹雪の福井県東尋坊の末雪は胸まで積もり、悲しい二人の女の叫び声さえかき消すように降り続いているという。すべての舞台は整いましたな。貴様、水野、君にとっての最後の仕事だ。従前の成果を期待しておる。富山のアナゴ、ピーンといかんか。さあ、二人が座った浜辺に消防団の山田が来るところから始めればいいんですか。そうだよ。お前たち二人が、お前たち二人が座った浜辺に打ち合わせ通り浴衣姿の酔っ払った温泉客を装った消防団の山田が来て声をかけた。おお、おめえ愛子じゃねえか。え、浅草の苔は愛子じゃねえか。おめえはよ、どうしました。自分にはできません。なぜ。俺のおふくろも売春やってました。俺は7つの時からそのおふくろの客引きやってました。何カッコつけてんだてめえ。それは客を取りに行かされたおめえはつらかったろうよ。でもな、実の子に客を取りに行かせたおめえのおふくろさんはつらくなかったとでも言うのよ。あんたらにわかるってね。じゃあおめえよ、女郎でもやんなきゃ食い盛りのお前ら育てられなかったんだからよ。おめえ、富山出るとき親子の縁を切ってくれって言ったそうだな。はい。なぜ。女郎のおふくろがいたら出世できないと思ったからです。そのおふくろさんが今おめえのために人を殺そうとしてんじゃねえのか。首で、お前のようなやつはいらん。この捜査が終わったら富山へ帰れ。部長、ここに置いてください。部長の元で働きたいです。俺出世なんかどうだっていいんです。部長の元で働くと言ったらおふくろが喜んでくれたんです。部長、部長は俺の憧れなんですよ。部長、部長の元で。アイコ、おめえ浅草の苔のアイコじゃねえか。え、何格好してんだよ。なんだよ、顔見せてみろ。やっぱりアイコじゃねえかよ。こいつさ、自分に客がつかねえものからお金渡してお客さんのフィスネってそういう見えっ張りな女んだよ。それでもさ、客が一人もつかねえってんだから笑っちゃうよな。お、いつ海からお金があったこの出目金あんちゃん。アイコ、この出目金あんちゃん誰だよ。九州の幼馴染です。九州、おめえ麻布のいいとこのお嬢さんだって言ってたじゃないかよ。かっこつけんなよ、そんなところでさ。しかしデメキンアンちゃん、すんごい格好でお金買ってきたね。なんだよそのビラビラしたズボンは。パンタロンです。なことは分かってんだよ。どこで買ったの。板橋で買いました。いくら。150円です。150円でズボン買うなよ。怖いねデメキンアンちゃんは。そのヒールの長い馬のひずめみたいな靴は。これはロンドンブーツです。そしてこの紫色の T シャツは絞りの T シャツです。なことは分かってんだよ。2枚買った件1枚あんたに分けちゃろうかと思って。いらねえよ。そんな珍しいもんどこで買ったのかって聞いてるんだよ。板橋で買いました。板橋ってさ、板橋ってなんかあんの。後藤の連中が集まる長崎県人会の寮があるんです。後藤、お前らだろ。あの山手線の駅に行って30円だけ払って気まま気ま入会で旅するってやつ。はい。入ったの。今日どうやって来たんだよ。ただで来ました。ただってお前駅員さんなんか言ってなかった。とぼけました。とぼけたわけ。あんた銀座のピカデリーにおった人ですね。いたよ一番前に。逃げ遅れてうんこ踏んだ人ですね。臭かったよ。結局俺の手にされたな。こってり油絞られたんだよ。容量の悪か人ですね。貴様でなんだ。後藤ってのはみんなこういう頭してるわけ。はい。なんで。
島中でサンプラザ中野の追っかけばしとるとです。島中ってお前さ、じゃあ何、サンプラザ中野が北海道行ったら後藤誰もいなくなるの？はい、もう野良犬が増えて困ったことです。そっち！人ばっかり言うはげだよこいつ。お前さ、でも追っかけなんかして何になるんだよ。追っかけて、また追っかけて、追っかけて、いつしか青春が終わり、そしておいと愛ちゃんは結婚するんです。愛子、これデート？はい。飛んでるね。間違いばい。愛子なんて名前どこにでもあるけん人違いばい。本当はおいも湘南に連れて行こうと思うちょったけんど、県人会の先輩がおまんごたる人間が湘南ばうろついとったら逮捕されるちゅうて、逮捕されて海のゴミ拾えば一生させられるちゅうて脅されとったとよ。なんね、会話ば楽しまんね。最近読書は難波ひもときよと、映画は難波鑑賞したと、もちろんリチャルド・ギア君の愛と青春の旅立ちは見たやろね。最近おいは彼に用にとって言われんとよ。誰ね彼って。ギア君ばい。どこが似ちょるとよ。おいとギア君の生き方はぴったりばい。ギア君の言うたことはおいの言うたこと、ギア君の見たものはおいの見たものばい。なんだギア君。だいたいあいちゃんはそげな真っ赤な髪しとるけん、そげな真っ赤な爪しとるけん、おいとギア君の共有する悲しみがわからんとよ。読書も紐とかん、映画も鑑賞せんで隙があるけん、あげな温泉客からつけ込まるとよ。恥ずかしかったばい。あたし帰る。待ちなあいちゃん。あたし帰る。おいとギア君の違うところはおいには理性がなかったことよ。金ちゃん。ごめんあいちゃん。あたし帰る。待ちなあいちゃん。朝からイライラして何の不満があるとね。アイちゃんちゃんが海に行きたいって言ったのは、じゃけんこうしておいが海に連れてきとるじゃろうが。どこが海で、あたきのどこが海で、こげなチョコは海じゃなかったよ。あんば言うちょっとね、よか海じゃなかね。村長さんも言うちょったばい、あたみはよか海じゃよかん先輩だっちゅって、村のもんもみんな来たがっとったとばい。おいはアイちゃんに惚れちょるけん、アイちゃんを優先的にあたみへ連れてきたとよ。何が優先的に。そげんアイちゃんずんずんせんで思い出さんね。おいが村相撲で大関になった一番ば。それのこと忘れたばい。なんで忘れられんとね。村相撲で大関になるもん年に一人しかおらんとよ。おいが年に一人の大関だい。何が年に一人の大関ね。見とったじゃろが愛ちゃん、境内でやったあの愛心の一番ば。おいが隣村の次郎でやったあの一番ば。おいが立ち合いで一歩遅れたけん、次郎がダーンと僕たちにやって、あの人がクソ力があるけん、おいがグイグイ寄せて徳田原のとこでこげんそりみになっとったじゃろが。見らんで愛ちゃん。村のもんみんな言うちょったとばい。あ、金太郎負ける、金太郎負ける、金太郎負ける、もう負けよ。そん時ばい、おいの耳には聞こえたとよ。金ちゃん、頑張ってー。あいちゃんの決勝ばい、おいはそれ聞いて負けちゃいかんと思って打っちゃったばい。なしてあげん打っちゃりができたと思うと、愛の力ばい、愛の力は恐ろしか。あげの打ったりは恋に身を焦がしとるもんにしかできんとよ。忘れたばい。忘れるわけなかろうが、愛ちゃんはおいに惚れちゃうのに。うち惚れちゃらんもん。やばい、認めんばい。なんでその認めんちゅうのは百姓が。愛ちゃん飛び込んで禁止や、恋人の胸の中さ飛び込んで禁止や、温かく抱擁しちゃるけ、今ならまだ間に合うけ。さあ愛ちゃん飛び込んで禁止や、口づけしとるけ。愛ちゃんでそげん消極的ね。こげんよかはこぞと海に来ちょる乙女が何の不満があるとね。心配せんでよか、おいは乗り逃げするようなそげな男じゃなかけん。山田先輩も言うちょったばい。飲んだら乗るな、乗るなら飲むな、結婚せんなら一生乗るな。素朴な言葉の陰に隠された頑畜のある言葉ばい。こん言葉は人生の片鱗をも垣間見せるすごか言葉ばい。金ちゃん、本当にうちと結婚してくれるとね。本当に信じていいのね。さあ愛ちゃん、せっかく海来たけん石場拾って海に投げよう。聞いてもらいたいことがあるのよ。うちが東京に出てきてから今までのこと。さあ愛ちゃん、石場拾って海に投げよう。海来て石場拾って海に投げて、おーいって叫んで青春棒を犯せんで、何のため海来たかわからんねえが、海来た甲斐がなかろうが。さあ愛ちゃん、石場拾わんね、石場立てたい。立たってなんね。立たじゃろか石場。ねえそこの海の家のおばちゃん、石場立たじゃろか。ねそこの板乗りのあんちゃん、東京じゃ一緒に金ば払うとね。立たじゃろか、心配せんでよか、石場立たばい。それは石場立てたけど。愛ちゃん甘やかすも今日だけばい。よか、ここはおいが100歩譲って、おいが石場拾って海に投げて、おーいって叫んで青春ば呼び込むけ、あとは歌ば一緒に歌ってもらうけんね。何の歌歌うとね。
こげんよか若者が二人して海来て青春場を謳歌する時の歌中たら決まっとろうが。何の歌に決まっちゃうじゃねえ。後藤の守り神、サンプラザ中野先生のランナーだ。走る走る俺たち。愛ちゃん、なんで一緒に歌ってくれんとねん。なんでついてこんとねん。さあ愛ちゃん、一緒に行くべ。走る走る俺たち、流れる汗もそのままに、いつかたどり着いたら君に打ち明けられるだろう。待ちなあやちゃん、もう一度岩井ちゃんとランナー歌いたいとよ。もういい？ケンちゃん、あそこんとこの階段登ってくと熱海駅に着くけん、そんで東海道線中の乗ったら帰れるから。ここは五島じゃないかけん、喫茶店でコーヒー握ったらいかんとよ。さっきの酔っ払いの人、文教所の山田先輩だろ。変わらんね、みんな目キラキラさせて。変わったのはうちだけかもしらんね。帰る。待ちな、愛ちゃん。おいはもう一度愛ちゃんと走る走る俺たちってランナー歌いたいとよ。無理ばい。うちはもう二度と五島に帰ることはないばい。帰る。金ば出したらおいと一緒にランナー歌ってくれるとね。金ば出したら一緒に五島に帰ってくれるとね。あいちゃん、金ば出したらここにおってくれるっちゃろ。金ば出したら何でもしてくれるっちゃろ。金ば出したらあいつ配ってくれるっちゃろ。さあ、金はここにあるばい。あいつ配らんね。あいつ配らんね。あいつ配らんね。あんた、東京でうちが何やっとったか知っとってここに誘ったんで。知っとったよ。おいが東京に来てからずっと一日だって愛ちゃんのことを忘れたことはなかばい。愛ちゃん、おいと一緒に五島に帰ろう。五島には美しい山があって、美しい海があって、美しい人の心があるとよ。五島に帰って愛ちゃんの傷ついた心ばじっくり直せばよかよ。村のみんなは温かい心で愛ちゃんを迎えてくれるとよ。愛ちゃん、忘れちゃらんばい。みんな忘れちゃらんばい。おいも山田先輩も村のもんもみんな忘れちゃらんばい。愛ちゃんが卒業文集に残したあん言葉、たとえ二人は離れ離れになろうとも、いつか必ず私たちはこの美しい五島に帰ってくるのだ。あの言葉忘れちょらんばい。信じていい。走る走る俺たち。千円、あんたそれ千円出しとると。あんた千円でうちを買えると思っちゃったとね。千円女と思っちゃったとね。あんたまでうちをこげにするとね。あんたにまでバカにされたらうちもつらかばい。注文出しのいなんでもするけ。やめなよ、あいちゃん。職長は何にも分かっちゃらんもんね。今日は特別ばい。普段は職工なんて当てにせんよ。昔の様子みたい。千円でよかばい。千円じゃしない。千円じゃしない。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 
にしたらいかんばい。うちもいつまでも千円女じゃなかばい。トップになっちゃる。トップになってあんたがうちのこと指名しようとしたって半年も一年もたけようなそういう女になっちゃる。トップになってうちの下に苔いっぱい作っちゃる。トップになってあんたが行きたくに出したってうちが気に入らんかったらたけようなそういう女になっちゃる。うちは苔がないばい。刑事さん、東京は人の住むとこじゃなかったです。人の心を変えたです。お祝いちゃんに言いました。あの美しい後藤と宝石になった一番を忘れたのかと。忘れたばい。なんで忘れることができるんでしょうね。あの美しい後藤を、宝石になった一番を、なんで忘れることができるんでしょうね。おいはあの時の日の光も風の色も、金ちゃん頑張ってって叫んだ愛ちゃんのあの絶唱もみんな覚えちょるっていうの、なんで忘れるんでしょう。あの美しい後藤と大関になった一番はおいの詰めてばい。忘れたばい。だったら愛ちゃん死なないかんばい。愛ちゃんは死なないかんやったのです。あの美しい後藤と大関になった一番はおいのすべてでした。午前上位先生、山口愛子を新宿で待ち伏せし喫茶店に入りました。13時、愛子が海が見たいと言ったので二人で東海道線に乗って熱海駅に行きました。15時、熱海の浜辺に二人で座り幼い頃の話をしました。上位先生、山田先輩からもらった腰紐で愛子の首を締めました。上位先生、ブラブラと歩き熱海駅前のパチンコ屋で逮捕されました。なんで見透かしてやろうって腹だから、それはすげえ競争だ。いいか、体をぎゅーっと締めろ。フラッシュが立て続けにたかれるだろう。ここでお前らけ、セロは何べん言っても途中だが、決して堂々として受け入れさせんじゃねえぞ。顔を隠すことはねえ。睨みつねれ。熊澤美濃 LKW 足場に歩け。表に警察庁の車が迎えに来てる。熊澤君たちが新聞記者かけドアを開ける。乗り込む。お前の目に一つの涙。フラッシュが一斉に出られる。顔を捨てる。そこでガッツレオから
この曲犯人はもう立派に自白してるんです。捜査官が殺人かもし口を挟む権利はないと思います。犯人にも人権はあるんですから。ねえねえ、おめえらゲス野郎に人権なんかねえんだよ。おめえらにはな、俺を立てる権利しかねえんだよ。俺より目立つな、俺を立てろ、俺より前に出るんじゃねえ。水野、ご苦労でした。ありがとうございます。部長のお役に立てたでしょうか。どうしたのかね、首が痛むのかね。いえ、たるんでるからだよ。どうしようもない女だね君は。5分や10分式が遅れたぐらいでグダグダ言うような野郎だったら、そんな結婚やめちまえ。持ってけ、幻のスニーカーリーボック403。やっと見つけたよ、御徒町で。それ履いてしっかり13階段登るんだ。途中で足滑らしたり捻挫したりするんじゃねえぞ。おめえのためじゃねえよ。俺の顔に泥塗ってもらいたくねえからよ。殺さずに済んだんじゃねえのか。踏ん張れな。殺さずに済んだんじゃねえのか。はい、みんな承知で熱海についてきたんじゃねえのか。おめえにすがりたかったんじゃねえのか。おめえにふるさとに連れて帰ってほしかったんじゃねえのか。聞いてほしいことや話したいことがあるって言ってたんじゃねえのか。五島にいる愛子の家族が今どんな気持ちでいると思ってんだ。今にトップになっちゃる気ですか。まさに女に指導は必要ですな。部長さん、なんだ。お願いがあります。行ってみろ。愛ちゃん家には嫁入り前の妹が3人います。もし愛ちゃんが体を売っていたなんてことが分かったら、愛子の家族は五島に住めなくなります。だから弁護士もいらねえ、裁判もいらねえから早いとこ死刑台に送ってくれって言ったのか。はい、鬼畜その原野よしといったところですか。南熊田君、では人肌脱げますか。水田君、裁判では検察側に誰が立つ。多分吉田検事です。2,30万金つけまして俺がよろしくといただいておけ。裁判長は村川さんです。村川、水野君、君東名高速が事故で渋滞ってことにして、その式ってやつ2,3時間遅らせられんか。村川ってのはあれだろ、おめえにちょっかい出してた野郎だろ。バレンタインだとかクリスマスだとか腐ったみたいなこと言いやがってよ。おめえもそれ聞いてまんざら悪い気がしなかった野郎だよ。そんなに嬉しかったのか。部長に誘っていただいたらきっともっと嬉しかったと思います。食事には行ったんだろ。はい。どこに。六本木に。何を食べたのか。村川さんの大学時代のお友達が
フランス料理のお店を開いたというので連れて行ってもらいました。モテただチヤホヤされたろ。ちょうどその日は私の誕生日で、お店の皆さんがケーキを用意しておいてくれました。いつも一人ぼっちでアパートで祝っておりましたので嬉しかったです。その後踊りに行きました。踊るの君は。はい。そんなこと言ってなかったじゃないか。言えば連れて行っていただけましたか。朝まで踊ったのかね。はい、楽しかったです。村川は田町の法務省の独身寮に住んでいる。はい、知ってるんだ。いえ。おめえこれからちょっとそこ行ってよ、寝てこいや。それで寝物語に大山くんのことをよろしくお願いしますと言ってこい。返事はどうしたんだ。返事。ただいま午前5時12分過ぎでございます。私の辞表は5時には受理され登録抹消されております。ですから私はもうあなたの部下ではありません。お手伝いできなくて残念に思います。そんなことしてるかよ。俺が人事会で撤回してこい。警視庁定款123条第11項において、おい、何人であろうと一度受理された辞表を覆すことはできないとあります。おい、特別条項第12条において警視庁長官警察庁長官として法務次官三者連名の署名があれば。どういうことなんだそれは。俺にそんな野郎らのところに行って頭下げてこいってのか。そりゃさ、かわいいお前のためだったらさ頭でも何でも下げるけどさ、お前は本当にそれを望んでるのか。どうなんだ。はい、ということだ大山。まあ心配するな。なーに、また新しい部下がやってくるよ。今度の部下は京都府警の伊集院玲子だ。君も名前ぐらいは知ってるだろう。バルセロナオリンピックフェンシングの日本代表だ。確か君の大学の後輩に当たるんだって。若くて頭が切れて美人だってね。そんな言い方ねえだろが貴様。言い方ねえ。東京の捜査室じゃ俺の前に立ったと言ったら上だ。13階段登るとき最後に何か言い残すことがあったら言ってみなさいと言われるが、大山、お前は何というつもりだ。はい、愛子が卒業文集に残したあの言葉、たとえ二人は離れ離れになろうとも、いつか必ず私たちはこの美しい五島に帰ってくるぞということを言い残して死んでいきたいと思います。その後に出ませんか、私の名前が。大抵の方にはおっしゃってもらっとるんですがね、署内では蛇だマングースだと言われておりますが、これが意外に容疑者の方からの受けがいいんです。送る言葉をもらっておるんです。木村さんのおかげで人間としての生きる道を、人としての在り方を学ぶことができました。出ませんか。富山に帰れよ熊田。水野さん、静岡で落ち着かれましたら旦那様と一緒にぜひ訪ねてみてください。五島には美しい山があり、美しい海があり、そして心結ばれ静かな日々を送る穏やかな人の生活があります。
水野さん、人は幸せになるために生まれてきたのです。私一人お言葉をいただけなくて、なんだか寂しい気がします。さあ祝杯でもあげに行きますか。そろそろ私もお疎まする時間でございます。なるほど。部長のそばにお仕えし幸せでございました。どうかお酒やタバコを控えまして、お体ご自愛くださいますようお祈りいたします。リズ、私は今片腕がもがれるような思いです。あなたのような優秀な部下を持つことはもう二度とないことでありましょう。あなたがいなくなると寂しくなります。あなたはこの捜査室の花でした。私安らぎでした。その言葉宝として。ワイシャツは上から2番目の引き出しに入っております。ハンカチやその他の小物は下から3番目の引き出しに入っております。お一人で大丈夫でしょうか。心配でございます。さあ早く行ってあげなさい。花婿さんが首を長くして待ってらっしゃることでしょ。静岡ですかね。季節になれば姉さんかぶりの君が富士を背に新茶を摘むことでしょう。富士か。富士を見たら、あの雄大な富士山を見たら、それは私だ。水野君、花向けにいいことを教えてあげましょう。例えば冷たい雨に煙る6月、例えば落ち葉舞う秋、その寂しさにふと惑うわけ、あなたのことを思い出すこともあるでしょう。一人でいる寂しさにたまらなくなることもあるでしょう。その時はたとえあなたがご結婚なさっていらっしゃろうとも、たとえあなたが幸せな日々を過ごしていらっしゃろうとも、いつでも呼びつけていただきますから。そのつもりです。男と女は心、ましてや体なんぞで結びつくものではありません。その志で結びつくのです。その共に天を抱かんとする強い意志で結びつくのです。あなたは敗者です。人恋さに志の中身に倒れていく敗者です。この捜査室には幾千幾万の心寂しい容疑者たちがこれからもやってきます。私はその人間たちのためにも一歩たりともここを動くわけには参りません。どこに行きますか。あなたは富山に帰ります。それがいい。何でだ。お母様たちがお待ちでしょう。福井県警の手によってお二人は無事保護されております。人が人を殺すなんてそう簡単にできませんよ。上野駅15番線ホームの脇にあるロッカーの器物、昭和48年のあの事件の捜査資料が入っております。やっと探し当てました。お母様にはアリバイがあります。あの夜小学校に上がるあなたのためにランドセルを買おうと一晩中お金の無心に走り回っていらっしゃいました。
証人もいます。お母様は無実ですよ。ありがとうございます、ありがとうございます。それだけだ、ありがとうございます。それだけだ。しかし、息子さんのために人殺しまで決意なさっていたとは素晴らしいお母様ですな。羨ましい限りです。先ほど横浜の元町でカステラなんぞを買い回るハイカラな母がいると申し上げましたが、あれは嘘です。母はおりません。私が3つの時、私と父を捨て男と逃げました。部長、私はいつまにか水野君に優しかった頃の母の面影を追っていたんでしょう。申し訳ないことをしておりました。部長、やめましょう。終わった話です。差し目がましいようですが、水野さんを追いかけていってやるべきじゃないでしょうか。なに、おっつけ戻ってきます。は、これをやってらんと近頃の若い娘はタバコも買ってきてくれんのですよ。は？いや、人を使うということは難しいもんです。特に捜査室の花でした。これを決めないと3日も口を聞いてくれんのですよ。そんな結婚やめちまえ。喉壊すんですよ。これでこれをやんないとお茶も出してくれんのですよ。いつでも呼びつけて抱きますから、そのつもりで。気違いじゃないんですから、私もね。まあどこの世界もそうなんでしょうが、人を使うということは難しいもんです。ほら、あんなに嬉しそうにタバコを抱えて走ってますよ。まあ可愛いってや可愛いんですがね、男と女、こういうことで恋が芽生えるんですかな。よっ、ほら、あなたも手を振って、俺をやらんと道路にタバコをぶちまけるんですよ。あんたらいつもこんなことやってんですか。毎日です。伊集院玲子って何なんですか。警視庁名物掃除のおばちゃんです。どうしました、富山に帰るお時間じゃないんですかな。部長、これ何ですか。これはスルメです。俺は分かってるんですよ。あの、自分が木村部長のところで働けることになったと言ったら、え、いや、それは自分の早とちりだったんですが、同僚たちが送別会開いてくれまして。送別会、金出し合って部長さんのお土産にこれをと。で、スルメですか。いや、ですからみんな安月給なもんでこれしか買えなかったんです。で、これはどうすればいいんですかな。焼いて食べるんです。部長、握手していただけませんか。木村部長のところでひとときでも働けることになった思い出に記念として握手して。失礼します。熊田君、そこを降りたら地下鉄有楽町線の桜田門の駅です。
1、2本乗り換えりゃすぐ上野ですよ。なーに、切符なんざ買う必要はありませんよ。木村の部下といえばいつでも通れます。ロシアン捜査法気に入りました。So I beg you.